基づく応急仮設住宅、みなし仮設住宅の無償供与継続と、東京電力原子力災害被災者救済のための住宅保障を求める交渉をさせていた開始させていただきます。よろしくお願いいたします。私、本日司会を担当させていただきます、避難の権利を求める全国避難者の会の長谷川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、原発被害当事者団体、4団体が参加しております。また各省庁さんが、いらしておるところですけれども、できるだけ手短で結構なんですけれども、まず4団体の代表の方だけ、ご自身の所属団体とお名前を、言っていただければと思います。そしてその後、恐縮です。各省庁さんの方にマイクを回させていただきますので、何々省庁の何々ですというような形で一言いただければと思います。そこからスタートさせていただきたいと思います。では、全国避難者の会です。マイクはその手元にあった。避難の権利を求める全国避難者の会の共同代表をやっています、中手と宇野です。よろしくお願いいたします。お忙しい中ありがとうございます。原発被害者訴訟保険国団の全国連絡会の共同代表の一人、村田博夫と言います。よろしくお願いします。原発事故被害者団体連絡会、通称被団連の共同代表の武藤瑠衣子です。よろしくお願いいたします。避難住宅問題連絡会の鴨下です。よろしくお願いいたします。それでは続いて恐縮です。参加の省庁様の方、省庁さんの方から一言ずつご挨拶いただければと思います。ではマイクこちらからしましょうか。環境省環境保健部放射線健康管理担当参事官室の参事官補佐の寺原と申します。よろしくお願いします。また横浜の同参事官室の大木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではマイクを右に流していただければと思います。原子力規制庁で ETF 原発の安全規制担当しています熊谷と申します。隣は同じ間小野です。よろしくお願いします。内閣府原子力防災担当の湯浅と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。校長で、子ども被災者支援を担当しております田淵と申します。隣が同じく、岡村と、沼和になります。よろしくお願いいたします。福島県の避難地域復興局生活協定課の飯塚と申します。よろしくお願いします。はい、では後ろの方にマイクをお渡しいただいてすみません。国土交通省住宅局住宅総合整備課の森川と申します。よろしくお願いいたします。隣は同じく住宅総合整備課の西岡と申します。よろしくお願いします。内閣府支援チームの金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。環境省除染チームの有原と申します。よろしくお願いいたします。内閣府防災担当の高曽と申します。隣は同じ部屋の佐藤と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、ここで改めて、要望書を、提出させていただくんですけれども、その、お墨について私の方から読ませていただいて、提出は代表して避難の権利を求める全国避難者の会の中手代表の方から、要望書をお渡しするようにいたします。宛名と、差出人の件は割愛させていただいて、要望書の内容の方を直接読ませていただきます。2011年3月11日東日本大震災を引き金に東京電力福島第一原発の核事故が発生して5年8ヶ月私たち被災者は大地震、津波、そして原発事故による放射能汚染という複合災害によって多くを失い、苦難の中を生きてきました。私たちはこの大災害から命を守り、
生活を再建することも望み、日々努力してきました。汚染地に居住する者は、被爆から生活破壊からも守られる権利があります。避難するか、または留まるかの自己決定は、決して被爆か貧困かの選択を強いるものであってはなりません。被爆なき居住、貧困なき避難は、私たちの生きる権利であり、基本的な人権です。しかし、国は早期避難指示解除、賠償打ち切り、区域外避難者への住宅無償提供打ち切り容認などの経済的復興優先政策によって、人々に無用な被爆と分断をもたらし、さらなる困難を強いています。私たちはこれに強く抗議し、被災者の意思を無視して、このような政策を強行することをやめるよう強く求めるものです。私たち原発事故被害者団体連絡会、原発被害者訴訟、原告団全国連絡会、避難住宅問題連絡会、避難の権利を求める全国避難者の会は、東京電力福島第一原発により被害を受けた当事者団体として、以下の3項目を要望するとともに、国の見解と対応について以下質問をいたします。この原子力災害をもたらした原子力政策を国策として推進してきた国として、また国民の平和的生存の権利を保障する責務を負う国として誠意ある回答を求めます。要望の大項目だけ読ませていただきます。要望1、放射能汚染に関して現状では 3.11 前の状態に回復がなされていない。避難指示区域の内外にかかわらず避難元の地域に帰れない避難者の存在とその正当性を認め、安心して避難を継続できるよう住宅を保障してほしい。放射能汚染のある地域住民に対しての居住による被爆リスクの保障を行ってほしい。2つ目が、国と福島県だけで協議してきた避難者への住宅無償給与終了とそれに代わる新たな政策は避難者の実態にそぐわず、避難者に再び大きな不安と苦難を強いるものとなっている。決して強行しないでください。3つ目が、応急仮設住宅、みなし仮設住宅の無償提供を来年3月に打ち切ることなく、少なくとも当面は継続した上で、災害救助法や子ども被災者支援法などあらゆる法令を活用した上で、新法制定を含め、汚染地域の被害者避難者の必要を満たせる住宅保障策を私たち当事者を交えてゼロから再検討してほしい。以上が今回の要望書になっております。では要望書の提出を改めてさせていただきます。ありがとうございました。それでは、この後各項目に沿って交渉の方をさせていただきます。それではですね、先ほど、お話ししました1項目の放射能汚染に関して現状では3月11日前の状態に回復がなされていない、ここの、下りのところで質問の方に入ってまいりたいと思います。1番の質問、環境省の除染ガイドラインに沿って除染をしても放射性物質が取り除けず線量が下がらないケースが多発しているが、これについて国はどのような対応をしているか。このことについて、まず、どちらの、これは環境省さんにまず聞いた方がよろしいでしょうかね。準備されてきている方もあると思います。はい、ご質問に対してもし、準備されてきてご担当だというところの部署さんであれば挙手いただければと思いますが。
ありがとうございます。では後部の2列目のちょっとマイクを、真ん中のマイクを回していただければ恐縮です。いただければ幸いです。環境省除染チームからお答えいたします。まずあの環境省では、原発事故をですね、放射性物質汚染対象特措法に基づいて除染事業を実施しております。でこちらの除染は、まあ、あの今最適と考えられる手法を用いて可能な限り線量低減をさせるように作業を実施しているところでございまして、まあ、そういった除染作業に加えてですね、あのモニタリングですとか、まあ、食品の安全管理ですとかリスコミですとか、まあ、そういった総合的な施策を通じて、住民の方々が生活する中で長期的な、年間の追加被曝線量を1ミリシーベルト以下になることを目指して今作業を、進めているところでございます。で除染の状況ですけれども、除染後に実施する事後モニタリングの結果からですね、あの面的には、除染後に線量があの上昇するというような状況は見受けられません。これらの、その調査からですね、除染の効果はおおむね維持されていることが確認されております。除染の効果はまあ場所によって異なるものではございますけれども、例えばあの楢葉町、環境省が国直轄で除染をしている楢葉町では、除染工事によりその全住宅の線量が平成28年の2月末時点で 66% を低減しているということもございまして、あの女性の効果は適切に維持されていると考えております。以上です。はい、当事者団体の方からご質問があればいかがでしょうか。あ、では最初に、団体とお名前を言ってからご質問をお願いいたします。はい、避難の権利を求める全国避難者の会の宍戸と申します。まず根本的なところで、考え違いをなさっていらっしゃるようなんですが、放射能汚染は面的なものではないです。これは過去の放射能事故においてもどこでも分かっていることです。2メートルずれたら全然違うので、面的に結果を出すというような考え方そのものがおかしいです。それから先ほどの答えの前半の部分で、最適と思われる方法のような抽象的で、しかも誰が決めて、どういう段取りで決めて、で被害者がそれに対してどのような意見を述べる機会を与えてもらえたかということに関して、お教えいただけますでしょうか。ご担当者様よろしいですか。今ご質問がありましたが、ですね、まず、最初のご質問の、面的な除染の話ですけれども、まず、全体の線量を下げる必要がありますので面的除染を実施しているものですが、ご承知かもしれないですけれども、面的除染の後にですね、モニタリングをしまして、その事故モニタリングの結果で、一部高いところとかですね、まあ、その面的除染では効果が、十分に得られなかったところについては、今フォローアップ除染という形でスポット的な除染も追加で実施しているところでございます。で除染の手法につきましては、まあ、除染事業というものがですね、日本でこの事故以降初めて行われるものでもありますので、最初から確実に最適な手法をというよりもですね、これまでの知見を積み上げながら、そのご自宅とかですね、まあ、道路とかそういった場所場所によってもやり方は最適な方法というのは異なるものですので、その当時に考えられる最適な手法を組み合わせて用いて可能な限り線量低減を目指しているというものでございます。で最後にですね、各住民の方の同意の話ですけれども、除染作業をするにあたっては、各ご自宅でしたらその住居の所有者の方にご同意をいただいて除染を実施しております。まずはですね、最適っていうのをなぜそちらがこの方法だと決めたのかということを私は聞いているんです。その説明が今のお答えの中になかったので、この方法が最適だと決めた理由を教えてください。ここから申し上げておりますように、ある一つの方法について最適と申し上げているのではなくてですね、各除染の場所によって方法を、例えば剥ぎ取りをするとか剥ぎ取りを行うとか、洗浄を行うとか、まあ、いろいろな手法があると思いますけれども、そういった適切な手法というのはそれぞれの場所であったり、やり方であったり染料であったりによって異なるものですので、そういった考えられる手法の中からその場所によって、その場所における最適な方法をそれぞれ選択している除染をしているというものでございます。あ、分かります。そうすれば、中手さん、鴨下さんの順でマイクをお願いします。
中田です。改めまして。ですね、女性については努力なされているということを私たち否定しているわけではありません。しかし、問題はですね、努力されたかどうかというよりも、現実問題として、安全だと言えるように、女性、取り除かれたのかどうかということだと思うんですが、ここで言っているのは、まあ、頑張っているんだろうけれども、結局、線量が下がらない。放射性物質がですね、非常に蓄積したまんま放置されているようなところが多々あるじゃないかと、このことを取り上げたいと思っているんですね。先ほど女性の方で戦場と言いましたけど、戦場というのは残念ながらですね、今私の目の前にあるものをどっか見えないところに流してしまえということですよ。流れていった先に溜まってるわけじゃないですか。国交省の方いらっしゃいますけどね、一級河川の阿武隈川っていうのは国交省の方が管理されてるんですよね。国交省がね、あそこなんかは生活排水が流れ込んで大変なところがあるんですよ。空間線量でこの間私行ってきてびっくりしましたよ。4マイクロあるようなところなんですよ。本当ですよ、これは。で、除染除染って言うけど、結局やっぱり本当の意味でね、避難者が帰れると思うような状況にはなってないじゃないかと。どうするんだと。やっぱりこのままやり続けてこれはしょうがないんだというのが答えなのかと。あるいはそういうところについてはもう分かっていてこういう手を打つんだという何かお答えがありますかというのがここの質問の趣旨ですよ。もう一回回答お願いします。ですね、環境省としては、まあ、除染事業を実施、今後も引き続き適切に実施していくという立場ですので、放射性物質汚染対処特措法に基づいて適切な除染を実施していきたいと考えております。はい、では鴨下さんどうぞ。はい、避難住宅問題連絡会の鴨下です。先ほどのお答えの中で、線量が下がらないケースを把握してないというような、ご回答に聞こえたんですが、環境省としては下がらないようなケースはないというふうに、把握されているということでよろしいですか。線量が下がらないケースがないというお答えをしたつもりではないんですけれども、そうするとそういうことはあるということですね。除染を実施すればですね、実施前に比較すれば線量はおのずと低減しているということは確認しております。その低減 その度合いによると思うんですけれども、まあ、それは場所によって異なりますので、多く下がるところもあれば、除染一度 その面積除染ではですね、その低減効果が少なくて今継続でフォローアップ除染を実施しているところもございますけれども、除染を実施すれば実施前に比較して線量は低減しているということを確認しているという趣旨で申し上げたところでございます。ここで質問しているのは、除染をしてもその後戻ってしまうという意味での線量が下がらないケースということなんですが、それを把握されてないということですか。環境省の実施しているモニタリングでは、面積除染を実施しまして、その地域の、空間線量率を測りまして、その除染前と除染後で比較して、除染の効果はおおむね維持されているということを確認しているというものです。その各一点一点のどこの場所ということについてではなくて、まず地域を面的に除染して、そこの面的除染の効果はおおむね維持されているということを確認しているというものです。はい、後ろの方で、挙手している女性の方でお願いいたします。はい、原発事故被害者団体連絡会の片岡と申します。私の親しい友人、福島市から県内自主避難者として避難をしている方が、ご自宅の福島市の住宅の除染があるということでそこに戻られました。その時、その除染の後の数値を測るということで担当者の方がアロカを持ってきて測られたんですけれども、その測る時に鉛の筒が用意されていて、その鉛の筒の中にアロカの先を入れて本当にこの筒をこういうふうに地面に置いて、そこにこうやって入れるわけですね、アロカの先を。それで数値が下がりましたというふうに記録がされている。ところが彼女は全く同じアロカの製品を持って自分でも測っていたときに、もちろん空間全体のものを測ってしまえばそれは 0.2、0.3 というものになってしまうのにもかかわらず、本当に非常に小さな面を測ってここは除染が完了したというふうに言われたというんです。
これが果たして最適な除染の方法であるかどうか、非常に大きな疑問があります。そのような方法を取っているのが一体どこであるのか、そしてそれを良しとしている測定の仕方が本当にどこの省庁であるのかをお伺いしたいと思います。はい、それがですね、時間も都合がありますので、皆さんこう、お話したいところたくさんあるんですけど、今の質問のお答えいただいて次の質問に行かせていただきます。関連の質問が続きますので、その中でまた、ご質問いただければと思います。では今のご質問に、よろしいでしょうか。すみません、今おっしゃった例について環境省で承知していませんので、その個別のですね、今おっしゃったご自宅の事情についてお答えすることはなかなか難しいんですけれども、基本的にはですね、その、除染実施前と実施後のモニタリングの方法というのは環境省はガイドラインでお示ししておりまして、今お話があった福島市さんですと、福島市さんが除染事業を実施していらっしゃるところだと思うんですけれども、福島市さんにおいてもですね、そのガイドラインに従った測定をしていただいているものと承知しております。はい、では、一度区切らせていただいて次の2の質問に参ります。また関連に、お話したい方がいればそこの中でお願いしたいと思います。2つ目の質問項目参ります。除染土を中間貯蔵施設へ運び出す計画とその進捗状況及び作業者及び周辺住民への運び出し作業に伴う被曝リスク、主に吸入による内部被曝への対応について示されたい。こちら、担当部署の方、コメントよろしいでしょうか。すいません、続けて恐縮です。一緒に用語のお答えをすればよろしいでしょうか。その除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送なんですけれども、今年度から段階的に輸送を増加していくということで計画を立てておりまして、まず今年度は、全体でですね、15万リューベの輸送を実施する計画を立てております。現在10月末までに6万リューベの、中間貯蔵施設への搬入を完了しておりまして、引き続き10万リューベの輸送に向けて今後も作業を進めていく予定でございます。仮置き場からの搬出作業においての吸入による被曝ということがあったんですけれども、搬出作業にあたってはですね、その土のうを積載したトラックの荷台をシートで覆うなどして、作業環境とあと周辺の環境に配慮をしております。で、除去土壌から その飛散防止対策というのを、行っております。また作業員につきましても除染電力則に基づいて必要に応じてマスクを行うなどの措置を行っておりまして、作業員の放射線防護の措置も併せて講じているところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。これについて質問ご指摘。はい、では一番端のマイクをそちらの方にお渡しいただいてよろしいでしょうか。被団連の熊本と申します。日曜日にですね、NHK が廃炉のコストという番組をやりました。でその中でこの、除染したものをですね、中間施設に運ぶときに費用がすごく8倍ほど予算よりもオーバーしていると。でその原因というのは袋が破けていて、でそれをもう一度詰め直さなければいけないからだというふうに言ってました。でかなりですね、もう6年近くなるわけですから、そういった袋の除染破けるということは当然予想されたことだと思うんですけれども、そこら辺のことをどういうふうに認識されてますでしょうか。はい、ご質問がありましたよろしいでしょうか。NHK さんの番組については NHK さんの取材に基づくものもございますので、すべて環境省で承知しているわけではございません。そこはご了承いただきたいんですけれども、ご指摘のようにですね、経年劣化によって袋が破けている事例もゼロではございませんので、そういったものについてはそのまま運ぶのではなくてですね、きれいな新しい袋に詰め替えて輸送中に飛散しないように、措置をした上で運んでいるということでございます。で除染作業はですね、先ほども申し上げましたけれども、これまで状況を踏まえてですね、
適宜計画等も更新しながら進めてきているところでございまして、当初袋詰めしたものがですね破けてしまっているという事例もあるので、まあそういったところからですね生活環境に支障が生じないように輸送の際に適切な措置を講じて、まあ、環境省としては対応していきたいと考えております。はい、あそうすればですねちょっと今お二方上がったので、先に後ろの方前の方とこういう順番でいきます。映れないんですけれども避難住宅問題連絡会の草野と申します。まず先にお伺いしたかったのがフレコンバッグと言われるものの耐用年数は何年でしたでしょうか。各フレコンバッグごとに異なりますので、はい、一概に何年と申し上げることは最大で何年かご存知ですか。最大でございますか。メーカーさんによって違うと思うんですか。はい、はい、販売されているものの中で最大です。大体何年くらいと思われますか。全ての販売されているフレコンバッグを環境省で全部把握しているわけではないので、はい、じゃあもう一つでも知っているものを答えてください。ですね、はい、一例として5年程度のフレコンバッグがあるということは承知しております。まあ最大で一般的に3年と言われています。5年くらいでもおそらく最長だと思うんです。実際破れているんですよね。でさっきの悲惨な話がありましたが、実際に破れたフレコンバッグのそばに人が暮らしているのが今の福島です。それを詰め替える時にももちろん無風ということはありえないので悲惨は起きます。そういうことに対してはどのように認識されていますでしょうか。お願いします。ですね、フレコンバッグ今保管している状況でもシール掛け等を行っておりますので、破けたからといってただちにそれが全部舞い上がるというような状況にはないことをまずご承知いただければと思います。でですね、環境省の管理している仮置き場においては、仮置き場は特措法に基づいて空間線量を計測することになっておりまして、その空間線量モニタリング等で、飛散等によるですね、線量の上昇がないことを確認して、適切にモニタリングをしているところでございます。よろしいですか。続けますか。はい、では前の ここで言っている状況というのは、進捗状況というのは、何年経ったら今積み上がっている仮置き場のものが、運び終わるのかというのが一つ、それから今各学校の校庭等に埋められたり寄せられたりしているものが運び出されるのはいつまでか、それから、各家庭の、地下に埋設した等のものが運び出されるのはいつ頃か、もっと端的に言います、いつになったら現状復帰するのか見通しを言ってください。すいません。環境省においてはですね、先ほど申し上げた今後5年の計画というものを出しておりまして、その計画の中でですね、今後5年間でどの程度の量の除去土壌等を各自治体から、中間貯蔵施設に搬入するかということは出しております。でただですね、一方で中間貯蔵施設というのは、まあそこに暮らしていらっしゃった方の用地を環境省の方でお借りするなり買わせていただいてそこに施設を作るものですので、そういった用地取得の状況等も踏まえてですね、適宜計画を見直しながら進めていく必要がありまして、今この場で確実に、何年に何袋ということを申し上げることはできませんし、搬出にあたってもですね、各福島県内の各自治体さんで除去土壌等を保管されていますので、それぞれ保管されている自治体さんのお話も伺いながら計画を立てていく必要があると考えております。はい、皆さん質問こう尽きないところで、あるところなんですけども、全体的なボリュームとして要望項目2の方にかなり重点がありますので、ちょっと私もスペースを少しずつ早めさせていただいて、なかなか消化不良のところがあったりご説明が行き届かなかった全部うまく伝えられなかったりというところで双方申し訳ないところでありますけれども、進めていきたいと思います。では3の項目に移ってまいります。山林除染の計画と進捗を報告いただきたい。よろしいでしょうか。たびたびよろしくです。よろしくお願いいたします。森林の放射性物質対策につきましては復興庁さん、農林水産省さん、あと我々環境省の3省で取りまとめた、福島の森林林業再生に向けた総合的な取り組みというものがございまして、こちらに基づいて進めていくこととしております。
まず環境省としては除染事業を所管している立場から、今年度中の面的除染の終了に向けまして、森林の、まあ、生活圏森林の除染についても鋭意進めているところでございます。で、同じくですね、この、申し上げました3省におきまして、里山再生モデル事業というものも実施を始めておりまして、こちら森林の除染だけではなくてですね、まあ、里山再生の観点から、森林を総合的に、まあ、再生していくということで、取り組みを進めているものでございまして、9月6日に初めの日本市町村さんを選定させていただいたところでございます。で、今後も希望のあります各自治体さんのご要望を伺いながらモデル事業の実施地区を決めて、そこでこういったモデル事業を実施しまして、まあ、そういったモデル事業のですね、効果でありますとか実施状況を踏まえまして、その後の対策を検討していくこととしております。以上です。はい、ご質問の方がございますでしょうか。あるんですけど、あればあるんですけど次行きましょう。そうですね、まあ、皆さんあればどんどん出てくるというところですけども、では今お答えいただいたところで一つ留めていただいてというところですね。続きまして4番、福島原発から放出された放射性物質の累積量ベクレルを示されたい。また現在福島第一原発から放出されている放射性物質の量1日あたりを示されたい。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。原子力規制庁です。まずはじめに、放出された放射性物質の累積量なんですけども、こちらについてはですね、ほとんどがもう事故当時水素爆発等で放出された量がほとんどありまして、まあ、その量が、まあ、要素換算で50万から100万テラベクレルと我々としては認識しております。そのうちセシウムについては1から2万テラベクレルということで、大体10の16乗のオーダーのものが当時出されまして、それ以降はもうこの16乗というオーダーのところに埋もれてしまうような感覚減衰してますので、量でありまして、結論としては累計としては10の16乗セシウムでいうと137でいうと10の16乗オーダーものが放出されております。で、現状ですけども、まあ1日あたりっていうのは、東京電力が報告を受けてなくてですね、年間あたりっていうのは報告を受けております。で、まあ、それを単純に365日としてこちらで終わった結果ですね、今10の7乗オーダーのセシウムっていうのが放出されていますということで、まあ、事故当時から比べると9桁落ち程度のセシウムが放出されている状況になります。以上です。はい、ご質問ありますでしょうか。はい、ではこちらのマイクでいいですか。こちらのマイク。規制庁さん、前回の私の質問に対する答えと今回全く違っているのはなぜですか。前回はこのデータは東京電力が出したもので、桁の段階で信用に値しないので我々はこれは答えることができないという回答だったんですが、団体が増えたら急に答えが出てきているというこのいい加減さは私は非常に腹立たしいと思うんですが、どうなんでしょう。ちょっと前回のフォローアップができて申し訳なかったんですけども、現時点で我々認識していますのは先ほど申したあたりでございます。東京電力の試算に基づいてですか。累積量につき、こちら我々当時の原子力保安院が、まあ、当時事故当時に放出されたデータを IAEA っていうところに報告したその値でございます。1日あたりというのは東京電力から報告してね。1日あたりは年に1回報告受けてますので、それを365日で割った場合として、今の数値はいつ受けた報告だったんですか。これ27年度でございまして、27年度、はい、なので本年の5月頃でございます。28年度ですね、今年度は。28年度の報告は来年の3月で1回まとまりますので、はい、今我々が最初のデータと持っているのは前年度のデータでございます。ですね、まず第一に、様々な工事を変えてやってきているので、
かなりの幅の変動ができてきていることが、東京電力記者会見で出ているはずです。規制庁さんがそれをご存じないとは思えないんですが、桁が一つずれたりしている部分があるはずですので、そこのところを丸めて、1日どれぐらいっていうのを お答えになるのはあまり正確ではないんではないかなというのが一つ。もう一つ、爆発の話をしていらっしゃいましたけれども、海に流れた量も含めて、確認したいんですけれども、海に流れた量に関しては、どのようになっているか、お答えいただけるでしょうか。海に流れた量も当時がちょっと支配的でございまして、そちらについては、4700テラベクレルということで、桁でいうと10の16乗オーダーのベクレルのものが仮に流れております。セシウムですね。この5年間で、5年間でですか、それともどういうふうに換算して。こちらもテラという10の12乗オーダーのものが事故時に出ましたので、それ以降はテラオーダーのものは海に流出してませんので、足し算するとテラのところに含まれるというちょっと推計値になりまして、4700テラベクレルというのが、累計として海に放出された、放射性物質量というふうに認識しております。では、ですね、まずその累計のお話なんですけども、先ほど要素セシウムということで、それ以外もちゃんと算定推計しての数字ですか。はい、先ほどの冒頭に申しましたのは要素131と、セシウム137以外にも累計した数字でございます。どんなものがどれくらいというのが、じゃあ今は分かりますね。では後ほどでいいですか。簡単に出るならお願いします。セシウム以外にストロンチウム、ルテニウム、プルトニウム、等 の放射性核子を合計した値でございます。分かりました。あと1日あたりというのは、丸めて数字だけ出てきましたけど、内訳もあるんですか。空に、空間にいくら、海にいくら、何々がというのもありますか。はい、ございます。空間につきましては 1.4×10 の10の7乗ベクレルというのが液体で、液体あ、失礼です、気体です。1日あたりの量です。液体につきましては 1.3×10 の4乗ベクレル、これが1日あたりの液体の放出量です。気体の液体2つ目を繰り返します。もう一回お願いします。気体が 1.4×10 の7乗ベクレル、液体が 1.3×10 の4乗ベクレルというのが現状です。各種の内訳もあるんですか。週は今ちょっと持ち合わせて思います。その積算根拠も報告させれていますか。積算根拠、どうやって計算したんだってことですよ。これはですね、まず機体につきましては、今1から4号機、もうちょっと格納用、建屋の機能とない状態の号機もありますので、今、格納容器ガス管理システムというところで格納容器内の気体が引っ張ってますし、それ以外のところを通って外に出るものにつきましては、ダストモニターや放射線機器を最も流量が流れるところに設置しまして、そのガス探知で我々の方にデータの報告が来ております。海の方はどうなってますか。液体の方は、液体はですね、今液体として海に放出されているのが、地下水バイパスと建屋の前で井戸で汲み取って出すものと、あとサボドレント、これは建屋の周りの汲み上げ水なんですけども、それ のデータが来ておりまして、それを合算した値が先ほどお伝えした数字でございます。はい、はい、
それでは、5、6と関連の項目が続きますので、また、そちらの方でご質問があればというところで、続けさせていただきます。5番、国直轄の除染事業で回収した放射性物質の量ベクレルと保管状況を示されたい。こちらもよろしいでしょうか。ですね、失礼しました。環境省の除染事業では、回収した、除去土壌等をですね、フレコンバッグに、詰めて保管しているというのは先ほどお話しあった通りですけれども、そのフレコンバッグのですね、表面占領率を測定することで、管理をしておりますので、ベクレルの量と言われましてもなかなか今のですね、ちょっとごめんなさい、報告の内容等も承知をしておりませんので、なかなか申し上げることができないんですけれども、表面占領率で管理をしている状況でございまして、その他は仮置き場の空間占領モニタリングで安全を確認するというか、そういった措置を取っております。はい、では鴨下さん。鴨下です。除染というのは泥を動かしてもくださいという話ではなくて、放射性物質を取り除いてくださいということなんです。これ泥の量の問題ではなくて放射性物質の量です。これベクレルで示さない、何をやってるんだか全くわからない状況なんですが、そんないい加減な方法なんですか。お願いいたします。除染の目的というのはですね、先ほども申し上げたように、そこに生活する方々の、被曝線量を低減させるということを目標にしておりますので、当然被曝線量ですから空間線量率で把握をすることになっております。ごめんなさい、規制庁さんの事業とはやっている事業の目的が異なるものと承知しております。はい、どうぞ。それはおかしなことだと思います。そしてあと、それからそもそもそれを溜め込んでるわけですよね。そこにどれだけの放射性物質が溜め込まれているかということを環境省は把握されてないということなんですね。どうでしょうか。ですね、何度も申し上げますが、環境省のやっている除染事業の目的は線量を低減させることでございますので、当然安全管理も線量で行っておりまして、そちらで安全を確認しているものでございます。空間占領では定量的な放射性物質の管理はできません。ごめんなさい、目的が違うというお話しかできないと思うんですけれども、放射性物質を集めて管理するというよりもですね、生活している方々の被曝線量を低減させるということを目的に事業を実施しているものというふうにご理解をいただければと思います。環境省には危険な放射性物質を集めて管理しているという感覚がないんですか。ですので、集めた、放射性物質というかですね、除去土壌と、除染廃棄物とか、集めた土壌については、仮置き場で適切に保管をしておりまして、その安全につきましては、フレコンごとの線量も確認しておりますし、仮置き場の空間放射線量等も確認しておりまして、そちらで問題がないことを確認しております。やはり空間線量にこだわっているようですけれども、安全性も空間線量で確認されているということでしたが、周辺に例えばフレコンバッグが先ほどもあったように傷ついて飛び散っている事例があるわけですね。すでに密閉されていないという状態の、そのようなものも周辺にどれだけのベクレル数の土壌が舞い散っているかということも、空間線量では見ていてもベクレルでは測っていないということでよろしいですか。この一体ごとの除去土壌等の濃度を測っているものではございませんが、先ほどから申し上げておりますように、空間線量等 その周辺環境のモニタリングは実施しておりまして、そこで、影響のない値であることは確認しております。ではちょっと、こちらの方から、ご質問が上がりましたので、現在、
環境の中に飛び散った放射性物質というのは、そもそもはですね、五重の壁の中に閉じ込められていたものなんですよね。その放射性物質が飛び散っているわけですから、それなりのきちんとした管理を私たちはしてほしいと思います。本来だったら黄色いドラム缶に詰められて現状管理をされているものが今私たちの暮らしの中にあるという、そのことをぜひ認識してほしいなと思っています。仮置き場でですね、除去土壌の保管の長期化していることにつきましては、仮置き場周辺住民の方々をはじめですね、ご迷惑をおかけしていることについて、まずは申し訳ないという気持ちは環境省としても持っておりまして、先ほど申し上げましたように、例えば中間貯蔵施設とかですね、そういったところへの早期搬出については今後も引き続き努力をしていきたいと思っております。で安全管理につきましては先ほど申し上げたように確認しているということで、ご理解をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ご質問を続けたいところなんですけれども、次の項目の中でまた、質問していただければと思います。すいません。では次の6番の方に参ります。福島県とその周辺海域が原発事故発生前の状況に戻せる見込みが今後数年の間で具体的に存在するのか、存在する場合その具体策とスケジュールを示されたい。よろしいでしょうか。こちらはどちら、どなたかお答えできる方いらっしゃいますでしょうか。いるなら内閣府ではないんですか。今こちらの方から内閣府さん、何のお話をいただきたいというご質問がありましたけど、内閣府さん、被災者支援全体に関わることですので、すみません、私内閣府の職員でございますが、部署で被災者生活支援チームに属しておりませんので、ちょっと外からのお話になってしまいますが、ちょっとこちらの方について、内閣府の方で承知しているということはちょっと確認できておりませんので、ちょっとこの場で、お答えは差し控えさせていただければと思います。マイク。はい、では市とさんどうぞ。避難の権利を求める全国避難者の会の宍戸です。この項目はどうしても私が入れてもらいたくて、書いたものです。私たち被災者が欲しいものは現状復帰です。でオフサイトに関しては終わったと2011年12月16日に内閣総理大臣が宣言したのではなかったですか。オフサイトに関して終わったんであったらば、福島県とその周辺海域、特にオフサイトに関してはもう全部終わってるはずですよね。2011年12月16日に、今年は2016年です。終わってないです。ということはオフサイトは終わってないということを改めてそれぞれの省庁を持ち帰って、自分のところの分担の作業は何年までにこういうことができていつ終わるのかということを、被害者に、そして全世界に、全世界で散らばっちゃってますので、伝えることが日本政府のお仕事だと思うのですが、どなたでも結構ですがお答えいただけないでしょうか。はい、ではよろしい、どちらか。今日はね、こんだけ皆さんいらっしゃっても、新妻さんも含めて、福島県の新妻さんも含めて、誰もこんな計画や見通しについては聞いたことがないということだね。立ててくださいというお願いだね。はい、では改めて要望ということで、持ち帰りいただければと思います。続けます。
すみません。進行についてちょっと提案をさせていただきたいんですけど、はい、なんだ、被団連と、全国連両方加盟してますけど、なりわい訴訟の発表といいます。このままですと皆さんが本当に討議したい部分に全く時間が取れずに終わってしまうことになりますので、各省庁で事前にこの質問に対して回答をお持ちの皆さんから、まずはこの要望1に関しては、残りの部分に関してまず全部お話を出していただく。でそこにどうしても重要な部分だけ限定して、こちらから質問を代表して返す。でそこはある程度の部分で折り合いをつけるのも変ですけども、折り合いをつけて要望の2、一番重点項目に移らないと時間がなくなりますので、ぜひそういうやり方でお願いしたいです。はい。いいですか、こちらの、こちらの代表の方もよろしいですか、そちらで。はい。はい、よろしいですか。はい。では、今ご提案がありました、方法で、進めさせていただくことに切り替えさせていただきます。それではですね、恐縮です。7番からの、ところで、事前に回答をお持ちの省庁さんの方で、お話しいただくという形で一通り通させていただきます。7番についてよろしいでしょうか。はい、7番のご質問につきまして、環境省からご説明の方をさせていただきます。今般の原発事故に伴う放射線に係る住民の健康管理につきましては、医学等の専門家のご意見を十分に尊重した上で、コンセンサスが得られた科学的知見に基づいて進めることが何よりも重要であると認識してございます。環境省が開催いたしました、住民の健康管理の在り方に関する専門家会議の中間取りまとめにおきまして、今回の原発事故の住民における甲状腺の被爆線量につきましては、チェルノブイリ事故後の線量よりも低いことや、チェルノブイリ事故で甲状腺がんの増加が報告されたのは事故から 4,5 年後のことであり、であるとも、あることも踏まえた上で、先行検査で発見されました甲状腺がんにつきましては、原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点で認められないとされているところでございます。また、福島県が開催いたしました、県民健康調査の検討委員会の、健康調査におけるですね、中間取りまとめにおきましても、これまでに発見された甲状腺がんにつきましては、放射線の影響とは考えにくいと評価されております。いずれにいたしましてもですね、福島県のですね、甲状腺検査につきましては、現在も継続中でございます。環境省といたしましては、引き続きですね、福島県の甲状腺検査の動向をですね、注視していくことが重要であると考えてございます。また、甲状腺検査の今後の在り方につきましては、県民健康調査検討委員会におきまして検討されるべきものでありまして、現時点で何らかの見解を述べられる段階にはありませんが、同委員会のですね、議論につきましてはですね、続き注視してまいりたいと考えてございます。いずれにいたしましても環境省といたしましては、福島県でのですね、県民局調査等がですね、適切に継続されるよう、引き続きですね、必要な施策を行ってまいりたいと考えてございます。以上でございます。はい、続けます。今度8番、大人の甲状腺がん、白血病など事故以後に多発している健康障害について、どの程度把握し、放射線被曝との関係をどのように捉えているか見解を示されたい。こちらをお願いいたします。こちら省庁さん、答えを持っていらっしゃる省庁さんいらっしゃいますでしょうか。はい、いないということで、一度ちょっと次に進みます。9番、除染廃棄物の仮置き場や、仮設除去場の状況をどう把握しているか、これが汚染拡散と被爆要因の一つになっていると考えているかと、こちらに、はい、お願いいたします。環境省除染チームです。まず仮置き場の状況ですけれども、これは先ほど いろいろいただいたご意見の中での回答にもありましたので、簡単にご説明しますと、今環境省が設置している、除染廃棄物の仮置き場にはそれぞれ除染廃棄物でありますとか除去土壌が搬入されておりまして、適切な管理のもとで空間線量等を把握している状況でございます。仮設焼却炉につきましては、今各市町村に設置した環境省設置の仮設焼却炉につきましては、除染廃棄物でありますとか、災害廃棄物でありますとか、各市町村さんの住民の方から配出された、
かつて住んでいたところの生活ごみですとか、まあ、そういったものを適宜搬入して焼却をしているところでございます。焼却におきましては、その焼却から出てくる排出ガスをですね、バグフィルター等で、補足しまして、放射性セシウムの除去を、実施しております。煙突 の、 排出口で測定して、放射性セシウムの、濃度を測定しておりまして、排ガス中の放射能濃度の、測定結果につきましては全て、検出下限値未満という状況になっております。またですね、合わせまして焼却炉の定期的なメンテナンスを各自治体の焼却炉で実施しておりまして、引き続き安全に運転ができるようにメンテナンスについても適切に行ってまいりたいと考えております。以上です。ありがとうございます。10番、放射性被曝と健康影響についての基本的認識として ICRP はじめ国際的な到達点となっている LNT モデルを国は採用していると考えてよいか、採用しないとすればその根拠を示されたい。こちらにご回答いただけますでしょうか。すいません、ありがとうございます。現職規制庁です。規制庁が所管してます放射線障害防止法というのがあるんですけども、そちらにつきましてはこのモデルを採用しております。以上です。はい。11番、累積で100ミリシーベルトに達しない成人被曝労働者に対しても、労災認定は行われている。しかし福島原発事故では成人よりも感受性の高い子どもも幼児も被曝している現状で、100ミリシーベルトを一度に被曝しない限り健康被害は出ない、または他の影響に紛れて確認できないとの見解は労災認定の現状と明らかに矛盾する。この見解を訂正するか、これについてお願いいたします。どちらも省庁さんもご担当は難しいという形でしょうかね。はい、では続きます。12番、原子力災害対策特別措置法に基づき発令された原子力緊急事態宣言について以下についてご回答ください。原子力災害対策特別措置法第15条第15条2項に基づき交付された緊急事態応急対策を実施すべき区域、原子力災害対策特別措置法第15条第15条2項に基づき交付された原子力緊急事態の概要、同法第15条第4項に基づき原子力緊急事態が解除された区域、こちらについてお願いいたします。はい。この12番につきましては内閣原子力防災担当の私より回答を申し上げます。まず、お尋ねのことについては第一原子力発電所と第二原子力発電所、丁寧に分ければあろうかというふうに理解をしております。でご指摘のその15条2項ですとか4項に基づくものでございます。まず1点目、その15条2項に基づく工事ですけれども、まあ、ご案内のところあろうかと思いますが、3月11日から15日にかけて、なされております。それで第一原子力発電所について申し上げますと、実施すべき区域としては、まあ、最終的に30キロという形で工事をさせていただいております。で第二原子力発電所につきましては10キロと半径10キロということで区域を工事してございます。2点目、その2項に基づき公示された緊急事態の概要でございますけれども、これも 1F の方につきまして申し上げますと、給水機能の喪失うんぬんといったことで緊急事態になったというふうに承知をしております。で第二原子力発電所の方につきましては圧力抑制機能が失われたということで緊急事態に至ったというふうに承知をしております。公示もこの通りこのようなところでなされております。で最後3点目、15条4項に基づくその緊急事態の解除でございますけれども、第一原子力発電所の分につきましてはまだ解除ということは行ってございません。で第二原子力発電所の方につきましては先ほど少しお触れになったところがありましたけれども、平成23年12月にですね、解除をするということで、その時にはもう8キロということに縮小されておりましたけれども、この解除を行ったということになってございます。簡単で恐縮ですが以上の通り回答させていただきます。はい、ありがとうございます。このまま通しますね。時間の関係もあるので一回全部通します。ちょっと項目内容が変わりますけれども、2の質問事項の方の、丸1の方に移らせていただきたいと思います。
災害救助法に基づく避難住宅無償給与の28年度末にて終了した福島県知事の判断の根拠と、それに同意した国の判断の根拠を示されたい。はい、お願いいたします。すみません、内閣防災高層と申します。ご質問は1、2、3と、内閣防災の関係だと思いますので、投資でお答えをさせていただきます。まず1番につきましては、災害救助法に基づく、応急仮設住宅の共用期間につきましては、被災県において、各市町村と連携しながら、災害公営住宅等の恒久的な住宅の整備状況や、入居者の状況等を踏まえて延長の可否を判断し、国に協議がなされるものでございます。国はそうした被災県の判断を踏まえまして、同意を行うという仕組みになってございます。平成29年4月以降の福島県内の応急仮設住宅の延長の可否につきましては、福島県におきまして各市町村の復旧、復興状況を踏まえ判断され、例えば、避難指示がまだ継続している、市町村については一律に、延長するなど、本年7月に福島県において、公表されたと承知しております。内閣府においては、災害救助法の実施主体でございます、福島県の判断を尊重し、同意をしたものでございます。続きまして、変更がされた場合、それを尊重すると発言しているが間違いないかと、仮の、お話でございますので、ここでお答えするのが適切かどうかは分かりませんけれども、福島県とは、いろんな協議をしていく中で、そういうことがあれば、また適切に対応してまいりたいと考えております。続きまして、東電の急所の話でございますけれども、これにつきましては、借り上げ型のまだ、仮設住宅に要した費用、経費以外を含めまして、対象となる経費の範囲を、整理する必要があると考えております。また、現在も、救助が、継続していることから、東京電力や福島県との関係者との調整が必要であると考えておりまして、引き続き調整を進めた上で、求償を行われるようにしてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、続けますね。また各省庁別に聞きたいことというのは後ほど聞いていただければと思います。4番、区域外避難者を一人も路頭に迷わせない責任があることを認めるか、また避難者の意に反する追い出しをしないことを確約するか、こちらに、はい、お願いします。この件につきまして、4、5、6と復興庁の方からお答えさせていただきたいと思います。一人も路頭に迷わせない責任があることを認めるかという点についてなんですけど、復興庁としましては昨年8月に改定しました子ども被災者支援法に関する基本方針において、子ども被災者支援法の趣旨に沿って、支援対象地域から避難せずに居住続ける場合、あるいは、他の地域へ移動して生活する場合、移動前の、地域へ再び居住する場合のいずれを選択された場合であっても必要な支援を行うこととしております。で今後もこのような場をお借りしまして、被災者の方々の意見を丁寧にお伺いしながら質問施策というのを行っていきたいと思っております。続きまして5番になります。福島県の、進捗状況の問題点についてということなんですけど、我々の方では福島県が行う、基幹生活再建に向けた総合的な支援策については現時点では応急仮設住宅の無償共有期間であって、民間、家賃補助の、支援開始対象事件を来年、1月以降であることから具体的な、世帯数みたいなのを把握してないんですけど、福島県が、行いました住まいに関する移行調査の結果からですね、平成29年度3月末で、災害救助法に基づく応急住宅の供与が、終了する世帯のうち、本年6月時点で、平成29年4月以降の住まいが決まっているという世帯が福島県内の避難世帯で 41.1%、 県外避難世帯で 21.9% というふうに承知しております。
で、その、調査によりますと、一方で、29年度4月以降の受注が決まっていない世帯も、相当数残っているということも承知しておりまして、その対応については福島県において、その対象地域を対象にして個別訪問を実施して以降について決め細かく対応していらっしゃるものというふうに承知しております。福島県としまして、復興庁としましては、住宅確保に関しまして、これまで雇用促進住宅の受け入れを関係団体に協力要請しまして、住宅の一部提供が行われることとなったほか、国土交通省とも連携しながら、公営住宅への入居円滑化の支援というのを行っております。で、また、福島県の基幹生活再建に向けた支援が円滑に進むよう、被災者支援総合交付金などを活用しまして、県内外の避難者への相談支援や情報提供、あるいはコミュニティの形成支援などを支援しているところでございます。引き続き福島県とも連携いたしまして、避難者の方々が安心して生活を営むことができるよう支援してまいりたいというふうに考えております。で、続きまして6番になりますが、福島県が、平成27年10月29日付の行って避難先都道府県へのアンケートの結果というふうなことなんですけど、アンケートの昨年、10月29日付で行った、都道府県向けのアンケートということなんですけど、この件につきましては福島県の方から我々の方に、お話というのが上がってきておりませんでして、内容というのは承知しておりません。はい、以上になります。ではこの件も後ほどまた福島県さんにもご質問があるという方もいるようですので、はい、7番の項目についてごめんなさい、ちょっと長いので読み上げませんけれども、よろしいでしょうか。はい、すいません。7番のですね、3項目あるかと思いますが、最初の2つの項目につきまして、国土交通省の方からお答え申し上げたいと思います。入居円滑化ということで、公営住宅のですね、入居円滑化ということで、これにつきましては、子ども被災者支援法に基づきまして、自主避難者の方のですね、公営住宅の優先入居というのをご支援申し上げているところでございますが、今特定入居というご要望が あるかと思います。で、公営住宅法のですね、第22条第1項に基づく特定入居というのがございまして、これについては災害不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建て替え事業による公営住宅の除却などの事由によりまして、原則として住宅を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居機会を付与する制度ということで、公営住宅というのは公募原則になっておりますけれども、その例外で特定入居というのが一部あるということでございます。一方ですね、自主避難者の方々につきましては、支援対象地域内に帰宅可能な住宅が存在するということで、特定入居の対象として法律上取り扱うことは難しいということになってございます。しかしながらですね、自主避難者の方々の置かれている状況を考えましてですね、その居住の安定の確保を図るという観点で、公営住宅の入居円滑化措置ということで、平成26年にですね、住宅局長通知を発出させていただきまして、公営住宅への優先入居について、各地方公共団体の方にお願いをしたところでございます。その結果、自主避難者の方を対象した戸数枠設定方式による優先入居というのをですね、行っているところがございまして、例えば、東京都さんですとか埼玉県さんとかですね、神奈川県さんでそのような、優先入居の募集を始めたというふうに聞いております。また昨日ですね、横浜市の方でも記者発表してですね、募集を行うということで聞いております。子ども被災者支援法の趣旨を踏まえましてですね、公営住宅法の枠組みの中でこのような取り組みが近く地方公共団体によって行われ、自主避難者の方々の住まいの確保を図られていくものと考えているところでございます。それから次のですね、入居要件、収入要件を緩和するよう指導することという項目でございますが、公営住宅の入居要件、収入要件ということになるかと思いますが、福島復興再生特別措置法によりまして、居住制限者の方々の公営住宅の入居要件につきまして、避難指示を受けている間、収入要件は問わないという特例が設けられてございます。また平成24年の住宅局長通知によりまして、各地方公共団体において条例で同居親族要件というものや、それから公営住宅法に規定する入居者資格以外の条件ですね、公営住宅法に規定されているもの以外の条件を付加しているような場合につきまして、やっぱりこの福島、復興再生特別措置法等のですね、趣旨を踏まえましてですね、必要な条例改正等を行ってですね、これらの要件緩和をしていただくようお願いしているところでございます。他方、自主避難者の方々につきましては、平成26年の住宅局長通知によりましてですね、各地方公共団体へ居住地要件や独立生計要件についての柔軟な取り扱いをお願いしているところ
ということとともに、収入の計算に特例を設けまして、中小避難者の方々の公営住宅への入居円滑化が図られるように措置したところでございます。以上です。改めまして、2-7 の最後のポツの部分について復興庁の方からお答えさせていただきたいと思います。福島県の民間賃貸家賃補助の収入要件を外すための財政措置をすることということなんですけど、この家賃補助につきましては、福島県が基幹再生、基幹生活再建に向けた総合的な支援策の一つとして、応急仮設住宅の供与期間終了後に民間賃貸住宅で避難生活を継続される世帯を対象に家賃の一部を補助するものというふうに承知しております。これに対しまして、復興庁としましては、福島県の基幹生活再建に向けた支援が円滑に進むよう、先ほども申し上げました通りなんですけど、被災支援総合交付金などを活用しまして、県内外の避難者への、相談支援や住宅提供、情報提供、コミュニティ形成の支援などの支援の観点から行っていきたいというふうに考えております。続きまして8番も お答えさせていただきたいと思います。全国の自治体及び自治体議会から、避難者への住宅無償提供の打ち切りに関して、提出された意見等についてというふうな、ことなんですけど、最近いただいた、自治体からの、この意見書等につきましては、例えば避難指示区域外から避難者への住宅確保に関する取り組みに関して、山形県、新潟県、福島県の3知事の共同名で、子ども被災者支援法による、支援施策の充実というふうな項目の一つとしまして、住宅などの個別施策の充実を図るというふうなことをいただいております。復興庁としましては、これまで取り組んできたところではございますが、福島県の生活再建に向けた支援が円滑に進むよう、先ほど申し上げました通り、被災者支援総合金などを活用しまして、取り組みを行っていきたいというふうに考えております。で、引き続き公営住宅への円滑化に向けても、各自治体、各地方公共団体様に協力をお願いして、依頼してまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。大項目3についてお答えをお持ちの方はいらっしゃいますか。これはちょっとアバウトですのでね。はい、はい。それではですね、一通り、質問項目に対しての、ご返答をいただいたところですけれども、ですね、ちょっと途中で退席をしなければいけない省庁さんがあるということで、12番の質問ですかね。これを先に、一番最初の1-12の質問、ちょっとですね、ご退席をという、よろしいですか。退席、この続き、普通に続けちゃって構わないですか。大丈夫ですか。よろしければ普通に続けますけれども。あ、そうですか。はい。では、ごめんなさい。そういうことであれば普通に続けさせていただきます。私どもとしては皆さんいてくださるのが一番ですので、では、一通り、述べましたので、ここからのご質問はもうこれ挙手でどれということなくということでよろしいでしょうかね。ではですね、挙手いただいて、できるだけ類似の質問の関係がまとまっていくのが望ましいと思いますけれども、まずどなたか、よろしいでしょうか。あ、ごめんなさい。じゃあ後ろから前ということで、はい、一番後ろにマイクを回していただければと思います。避難住宅問題連絡会の草野と申します。すみません、先ほど内閣府防災の高相さんのお答えで、2です。尊重するという言葉が入っていなかった。福島県の判断が変更された場合、それを尊重という言葉が入っていなかったんですね。で、この言葉は前回6月21日の火曜日13時30分より参議院議員会館 B104 号室で政府交渉を行った際に、同じく内閣府防災担当の手島さんが尊重するとはっきりおっしゃってくださっていたことなんですが、それを訂正されるということでしょうか。よろしい。あ、じゃあマイクの方を回していただければ。すいません、ありがとうございます。すいません、当時のその詳細なやり取りは承知はしてないところですが、そういうふうに発言したという事実でございましたら、そこは事実として受け止めたいと思います。ということは尊重してく
くださるということですか。もしも仮に福島県が、内容を変更して例えば打ち切らずにもう1年延長を申し込みたいというような話が仮に出たとしたら、その意見は協議の上ではなく手島さんがおっしゃったように尊重するということが内閣府防災のお返事ということですか。その手島がどういう趣旨で尊重と言ったのかがちょっと分かりませんけども、仮先ほども申し上げた通り仮の話なのでここでお答えするのがどうかということは申し上げましたけども、福島県の方から、そういうお話があるということであれば、それも含めて、まだ福島県においては、救助法におけるいろいろな救助が行われているところでございますので、いろいろな相談に乗ったり、適切には助言をしてまいりたいと考えております。少なくともインターネット上でその時の発言の動画は今もアップされています。私たちのところにはその時の記録が文字で残っています。その中では、こちらに福島県から持ってきてもらえたらしっかり受け止めますというような言葉ですとか協議の上でということは一切そこに入っていなかったということを改めてご確認ください。よろしくお願いします。はい、ではシシドです。ちょっと戻って1番の11番のところ丸11のところになる、それから丸10のところになるんですけども、前回の交渉の時には、そこでその丸11で書いたこと、二重管理確保ですね、100ミリシーベルトを一度に被爆しない限り健康被害は出ない、または他の影響に紛らえて確認できないというのが政府側の答弁だったんですよ。これ全然今逆のことをおっしゃったので、今後 の原発実行の裁判も、今のお答えのままの国の回答というふうに考えてよろしいかどうか、例えば、20ミリシーベルトのところに返してしまえば5年で100ミリになります、2ミリシーベルトのところに返してしまえば50年で100ミリシーベルトになります。子どもはもっと影響が大きいというのが一般的な原則として、ICRP も認めているところ、 WHO もアンスケアもこれは認めているところです。それに関して今の回答でよろしいのかどうか確認します。これはどちらの方でよろしいでしょうか。はい、規制庁です。11番のことはちょっと我々はちょっと承知したいですけど、私10番のご回答として放射線障害防止法にはこの NNT モデルは、ICRP の1990年勧告にも記載されていることですので、それを取り入れた法律として採用しているというふうにお答えしたものでございます。その NNT モデルが正しいとするならば、丸11の二重管理確保の中の言葉はありえないんですよね。整合性は取れませんよね。ところがそれを、前回の交渉で国の方から出てきてるんです。それで、矛盾していることを言われたんですが、今の今回のこの丸10の LNT モデルを国は採用してるっていうことを、基本に考えて、つまり国際基準に従って日本も行うということで、了解してよろしいでしょうか。繰り返しになりますけど、10番に関して、規制庁が所管する放射線障害防止法においては RCRP 1990年勧告に推奨されている LNT モデルを採用しております。よろしいですか。放射線障害防止法ではと毎回おっしゃっておられますけれども、これは当然同じモデルを全国民に適用するというふうに考えてよろしいですね。規制庁で放射線障害防止法以外のことはちょっとお答えできませんので、ご了解ください。一般庁は違うの、働いてる人だけ
労働者以外は違うということですか。あの何度も繰り返して申し上げるけど、あの我々所管してるのは放射線障害防止法でございまして、その他の関係法令についてはちょっとあの我々私は承諾しておりません。その他の方が分かる方はご答弁お願いいたします。それではあのご答弁ないというところで、あの少しこう2番の議題の方に寄せながら、討議を進めていきたいと思います。避難問題のところで改めてご質問、はい、どうぞ。避難住宅問題連絡会の鴨下です。この1番の、終了した根拠というところで、復興とか復旧の状況という話はあったんですけれども、放射性物質の汚染が、に関する言及がなかった。私たちとしては、全く現状で復帰、現状復帰してない状況で、打ち切りはおかしいということを常々訴えてきているんですけども、この汚染状況、復旧、汚染状況、放射性物質による汚染がどの程度、回復しているのか、まあ、全く元に戻ってないんですが、その点はどのように理解されていらっしゃいますでしょうか。内閣府防災担当の方、お願いいたします。我々はあの福島県からの我々はあの福島県からの協議に基づきまして同意をするという仕組みになってありますので、福島県からは、避難元の市町村における、公営住宅の整備や面整備事業、除染など、まあ、生活環境が整ってきているということをご報告いただいたところで、まあ、そういう福島県の重い判断を尊重し同意をしたものです。内閣府防災担当としては主体的には調べていないということですか。具体的には女性については、調べておりません。この、災害救助法での、住宅提供ですけれども、これは法定住宅事務ですよね。法定住宅事務です。ということは、内閣防災担当として主体的にこれにかかる必要があるのではないですか。そうです、そうですよね。繰り返しになりますけれども、応急救助の実施主体はあくまでも都道府県知事になっております。それ公定住宅事務というのは本来国がやるべきことの事務的なところを、地方自治体に、任せるということではないんでしょうか。繰り返しですけども、災害救助法の法律の立て付け上、救助の実施主体は都道府県知事になっております。しかし基準を変更する権限があるのは内閣総理ですよね。基準というのはどういう基準でしょうか。あ、すみません、あの決める、つまりあの打ち切りを決める権限があるのは。権限はございません。同意をするだけです。尊重、すみません、その尊重がどういう、手島というものがどういうところで。さっき高層さんも尊重って言葉使われてます。福島県の意見は尊重します。今もおっしゃったばっかりですね。その尊重という言葉に、どこまでこうあの重い判断を尊重しますと先ほどおっしゃったんですが、はい、はい、あのそちらのつまり打ち切る方の判断は尊重すると。ん、打ち切る方の判断、はい、いや同意をするのはその今回の仮設住宅供与の終了のみならず、先ほど申し上げた通り未だ避難区域のところの、応急仮設住宅の供与でありますとか、そういうものを、福島県が、こちらに協議をして同意をするというものでございますので、あの仮設住宅の終了のみを同意するというものではございません。まあ、それは言葉ないですね。あのつまり福島県が言ってきたものを全て同意をするわけではなくて、仮に福島県が避難の延長を申し入れてきても、それは協議の上の同意という形なわけですよね。
ごめんなさい、さっきと同じ質問に戻ってしまった。協議の上同意をするというのが、施工令、災害救助法の施工令だっけに書かれておりますので、そういう協議に基づいて同意をするということになります。しっかり受け止め同意をするというような発言だったんですね、6月の時は。はい、ごめんなさい、戻しちゃって長時間かかっちゃっていけないので、ごめんなさい、繰り返しかもしれませんが、福島県と、今回の、応急仮設住宅の、延長について、協議をし、それに基づ、協議の上、同意をするというものでございます。やはりその協議は内閣防災担当に権限があるということをおっしゃってるんじゃないですか。それからあと、施工令は内閣府が決めることですよね。やはり内閣府にそこに権限があるということですね。あくまでも同意をするという、まあ、それが権限なのかどうかは分かりませんけど、同意です。ですからそれに伴う責任があるのではないですか、はい、ということ。同意する、同意するというには、責任はそれなりにあるとは思います。ただし、しかしながら最終的な判断は都道府県知事になります。注意して同意しなかったものについてはどうなの。同意しなかったものはどうなの。それは本当に同意しなかったものは同意しない。同意しなかったものを福島県から請求受けたら金払う。払わないでしょ。それはそうです。それを権限って言うんだよ。いや、権限ではございません。同意する、いや、あなたたちの専門用語は言わないのかもしれないけど、同意しなければあなた方はそれについては何の義務を負わないでしょ。お金払わないでしょ。同意、そういうようなことを決めることもあなたたちできるでしょってことを聞いてる。だったらば自分たちで主体的に判断しないとおかしいでしょって言われたら全部出すんじゃない。同意しない部分もある。これ同意できるかどうかっていうのは自分たちが言われたことを鵜呑みじゃなくて主体的に判断が必要でしょって言ってる。国民の金使ってやるんだから、福島県とは何回か協議を重ねた上で同意をしております。だからなんで同意できたんですかって言ってるんですよ。さっきから言ってるようにね、除染の進行を鵜呑み、もちろん一生懸命やってんだろうけど、しかし結果が十分になってない、帰れない状況が避難者にもある。そしてね、さっき災害、復興住宅の進捗状況を云々って言ったけど、住宅問題はもうない、解決したというんだったらば、こんなことは交渉すらやってないんだよ。問題が多々ある、でも同意できるっていうふうに判断した根拠があなたたちにもあるでしょって言ってるの。それを説明してくださいよって言ってるんですよ。福島県が言ったから、福島県が言ったから、そうじゃないんですよ。国が同意したんだから、福島県の説明をこう聞いて我々もそれはなるほどそうだと、間違いないと判断して同意したんだったらそれを説明してくれって言ってる。福島県からの説明は先ほども申し上げた通り、避難元の市町村における災害公営住宅の整備や、面整備の事業、そういう生活環境が整ってきていることから、応急仮設住宅の、供与を終了するということに、そういう協議に基づき、また、先ほど復興庁さんからもお話があったように、福島県独自の新たな支援策というものが、仮設住宅終了後の方々に、なるというお話もあるので、そういう面を含めて同意をしたものでございます。ね、高蔵さんね、やっとちゃんと答えてくれてありがとうございます。でもね、中身ちょっと違いますよ。十分環境が整った、避難者がじゃあみんな帰るなり、次の住宅は見つかったなり、誰一人次に不安を持ってないと言うんだったら整ったとおっしゃっていいですよ。先ほど来ね、質問でも重ねているように、このまま我々何もしないで進んでしまったらば、災害救助法に基づく住宅の供与、これはなくなってしまって、しかも穴だらけの、これからちょっとまた話題が出ますけれども、福島県が呼ぶところの新たな支援策、これによってこぼれ落ちて本当に住宅に困る人がいっぱい出るんですよ。この状態を整ったってどうやって判断したのっていうことなんですよ。例えばね、私の友人でも一人いますよ。雇用促進住宅に住んでいる方がいらっしゃいますよ。年金生活の方ですよ。障害をお持ちの方ですよ。むやみに引っ越しなんかできないですよ。どこでもいいってわけじゃない。今のところだから暮らしていけるんだ。ところが
島県の新たな補助金なんて受けられないんですよ。年金生活だと雇用促進住宅と契約結べないんですよ。どうなるんだってこの間福島県から来た端子を聞きましたよ。いやそれは UR に言ってください、我々ではどうしようもないですねって言うんですよ。こういう人がいっぱい出るのに環境が整ったってどうやって判断したのよと、その判断を改めてくださいということを言ってるんです。1年に過ぎないんですよ今の話なんて。図書館の連絡会の村田です。今の話ですけどね、その公営住宅の整備が整ったとか 面的な整備が整った、それはそれで、一つの条件が整ったと思います。ただ原発事故の最大の問題は放射線の汚染の問題なんですよね。で今避難している人たちの最大の関心もそこにあるわけですよ。でそれを全く抜きにしてその面的状況が整った、公営住宅の整備が整ったというだけでね、解除すると、あ解除っていうかそのあやめるというようなことを誰が納得できますか。福島県の方はですね、放射線に対する不安、これを避難の継続の要件として認めるというふうにこの間明確に要項で出しておられるんですよ。そこが最大の問題だというのは誰も分かっているわけじゃないですか。今まで解除したところでも、若い人、子どもが帰ってないという現実がそれを示しているじゃないですか。どうしてその最も重要な要件を抜きにして同意するんですか。その辺の見解を聞かせてください。ではこのご回答いただきましたら、ちょっと次の質問の方に行きますので、ご回答お願いいたします。もう繰り返しで申し訳ございませんけども、福島県からは、災害公園整備や、面整備事業などが、皆様の避難元の市町村においては整ってきているということでご協議をいただいています。その上で我々が同意したということでございます。福島県の方に今のお話を少しご説明いただければというご意見がありますのでよろしいでしょうか。福島県の避難地域復興局、新妻と申します。延長の協議につきましては、今、内閣府さんの方からお答えがございましたが、毎年協議をさせていただいておりまして、一昨年の27年6月に、今回の29年3月、来年3月で、避難地区域外の方については終了するという形で、協議をさせていただいています。でその理由でございますが、今内閣さんがおっしゃっている通りでございまして、いわゆるその補給ガス住宅につきましては、県の判断として、避難地域の、 その応急救助の期間という、について先ほど言ったその除染、市町村の除染計画そのものが進捗している、それから、食品の安全性の確保といったものが保たれている、またあと地震津波の避難者につきましては災害公営住宅の整備が終わっているということでございまして、そういった意味で生活環境が整ったというふうに判断をいたしまして、内閣府の方に、延長の協議という部分で、延長する部分につきましては、やはりそれ以降 の、 その避難地区域内の部分につきましては延長させていただくという形で、それ以降の避難地域外についてはここで終了するという形で協議をさせていただき、それで同意をいただいております。で県としましてはそのご同意いただいておりますので、県の考え方と国の考え方は同じだというふうに考えてございますので、その意味で、その応急仮設災害救助法に基づくその応急仮設住宅というの供与という部分についてはそのような形で整理をさせていただいて、それでただ一方で先ほどそのございましたその、また避難生活を続けるとおっしゃる方がいらっしゃるのも事実でございますので、そういった避難生活を続けられる方、当然これで福島県の方にご帰還される方もいらっしゃいますし、またもともと避難指示区域外の方については避難をしていらっしゃらない方も大勢いらっしゃいます。でそういった方々それぞれに対する支援をするということが県の方針でございまして、そういう意味でその新たな支援策という形でお示しをさせていただいているというところでございます。
その軽はずみな判断で死ぬ人が出ちゃうって分かってますか？まずよろしいでしょうか。協議して合意する、ね、同意を与える、これただ同意するだけだったら協議なんていう言葉はその省令の文言に国語として入んないですよね。協議する以上は協議しなければならないだけの材料を省庁がちゃんと持って自覚的に判断しなければならないから協議するという言葉が入ってるはずなんで、それをあたかもただ言われたからそれを通しましたというような感じ、またはそれを一方的に受け取って確認もせずに出しましたでは話になりません。で、国と県が合意したとしたも、その後ですよね。我々に細かい調査が入ったのはそれまで調査一回もないじゃないですか。国も調査してないじゃないですか。で、県に丸投げで国も調査しない。で、県はやってる。県にそんなマンパワーあるわけないでしょ。避けるのは国でしょ。国策でしょ。国策で放射性物質ばらまいてるんです。今もばらまき続けてるんです。さっき認めたように今も出てるんです。新しい汚染物質が今も出てるんです。収束なんかしてないんです。なんでこれで話が終わる方向に持っていけるのかが私には全く納得できません。で、具体的にですが、まず調査が全然進んでません。例えば私のうちに個別に調査しに来るらしいという話を妻から間接的に聞きました。1週間以上前に聞いたんですが、そこから先に話が全然進んでません。私1回も調査を受けてません。1回も調査を受けてません。そういううちがあります。どうですか、それに協議にして同意 OK なんですか？答えてください。これで協議で同意で OK なんですか？ちゃんと調査してないってことを今教えました。これで OK ですか？こちらにご質問、内閣府さんの方にご質問ということで、一度お手先に、はい、でございますが、今来年3月で終了させていただくその避難者の方々に個別訪問を実施させていただいているんですが、その個別訪問が一度もお尋ね行ってないということなんですよ。それは大変申し訳ございません。ですね、我が方として今実は2回目の個別訪問という形で、時期でほぼ終了をするしなくちゃならない時期に来てございまして、まだ一度もお会いしていただき、お話ししていないという方は、まあ、すみません、私の範疇ではすべて、ないというふうに思っておったのですが、そういった事実があるのであれば、もしかして、ね、早急に確認させていただきます。すみません、その個別訪問ですけど、名前がいい名前がついてますけども、実際のところ、東京都で行われているのは、非常に高圧的な追い出しですよ、実質的に。脅迫したり、執拗に何度も訪問したりとか。それを個別訪問なんていう名前で、それで実態把握ですか？自治体のところは早くこの、申し込み書に書けとかっていうようなことを、一方的に怒鳴りつけて、無理やり書かせるようなそういうことをしている、それが個別訪問なんですか？どうでしょう。個別訪問につきましてはですね、そういったですね、こういうことがないように十分にですね、各個別訪問を行うところにですね、ものにですね、研修をさせていただいておるんですが、まあ、そういった事実があるということであれば、またその我々としてもですね、行き届かなかった点があろうかと思います。あくまでもその今後のその生活再建をどうされるかということを中心にですね、お聞きして、ご支援をさせていただくということでございますので、高圧的にどうしろというような部分とか、その何ですか、期間を強要するとか、そういったことは一切しないというようなことで、訪問する職員に十分研修をさせているつもりでございますし、あとご協力いただけるその全国の都道府県様の方にもですね、そのようにですね、お願いをさせていただいているので、まあ、行き届かなければまた今後もですね、まだ、住居決まらない方という方がいらっしゃるということで、引
引き続き個別訪問をさせていただきたいというふうに思っております。その住居決まらない方がいるというよりも、これそもそも、この、なんですか、あの、今後も避難を継続したいという声が、ことが避難者の、大多数なわけですよ。あの少なくとも、選択肢の中では一番多い、それなのに、あの先ほどの話にも出てきましたけども、後から調べた、しかもその後から調べた調べ方が、そもそもその継続して、この場で継続して避難をしたいという選択肢がそもそもない調査をしていて、でそれで私たちはこの調査では、避難者の一番最大の意図が、希望が救い取れないからやめてくれって、あの再調査をちゃんとそういう選択肢を入れた上で再調査をしてくれという申し入れをしているにもかかわらず、そのまま強行されて、でそしてその結果を、内閣府は信用してしまっているわけですね。欠陥調査の内容を信用している。これでですね、あの、まあ、そもそも順番がおかしい、後から調べているのもおかしいですけれども、さらにその 調査のやり方には、プライバシーに全く配慮しない、シリアルナンバーを送った上で、個人の収入まで書かせる内容で、これではまともな回答、まともな調査できるわけありません。やはりしっかり調査をし直してから、それから、今後どうするかというのを決めなければいけない。来年3月の打ち切りというのはどう考えても拙速だと思います。どうでしょう、あの、まあ、合意が行われた後に調査が、行われて順番が違うというご指摘ありましたけど、いかがでしょう。ですね、あの合意といいますか、その合意そのものにつきましては、あの確か29年 6月にですね、あの27年6月、昨年の6月に発表させていただいて、その場合は、さらに29年3月までという形で、発表させていただいています。でその間について、あの皆様のですね、状況を確認をさせていただくということで、させていただきました。で、あの欠陥の調査という部分がございましたが、あのそういった調査を担う意味で今個別訪問をさせていただいて、直接お伺いして、あのお話を、そのやり方もおかしいんですよ。個別訪問も高圧的でダメだって言ってるんですよ。あのこれ調査を持ってきてないんですよね。あの高圧的な調査がなされているというご指摘がございましたので、そういったものは我々としてはその本意ではございませんので、十分ですね、あの反省させていただきて、あのまたあのそういった調査の仕方といいますか、あの訪問の仕方を改めさせていただいて、今頃調べるものなんですが、やはりそれは順番もタイミングもおかしいんですか。あの我々としてはですね、あの、まあ、今まであの個別訪問については、まあ、2回実施させていただいて、先ほどまだ一度もお会いしていないという方がいらっしゃったのは大変恐縮、あの申し訳ないんですが、そういった意味で、あのそれぞれの方のですね、まあ、今後 その生活設計の上での問題点とか課題とかという部分を把握しながらご支援をさせていただくということで、これに関して内閣府がどう考えているのかというのを伺いたいんですが、よろしいでしょうか。内閣府さんよろしいでしょうか。まあ、あの調査の姿勢とかそういう問題については福島県さんが先ほど申し上げた、通り、まあ、反省すべき点があるのかなとは思いますけども、この個別のこの訪問調査についても、あの、まあ、災害救助法の実施主体の福島県が、まあ、地域、まあ、寄り添ってやるものでございますので、当方から特にコメントすることはございません。はい、あでは 2番目の2列あ前での方でよろしいですか。はい、被弾連の熊本です。ですね、今あの、優先入居と公共住宅の優先入居について、東京都では非常にあのよくしてもらっているというような伊豆市の発言がありました。で私は東京に避難しておりますけれども、東京都が都営住宅の枠を設けたのは7月の末で200戸、それから9月の末で100戸でした。しかしその、結果を見ますとですね、7月の時は175世帯、それから9月ではまだ正式な発表はありませんけれども、応募が終わった時点で十数件しかその応募してないというようなその現状があります。でこれはどうしてなのかというと、結局その収入要件だとか、それから世帯の要件が非常に厳しくって、それに応募できない人たちがすごくたくさんいらっしゃる。で東京都の場合だったらば地域外の
避難世帯というのは787世帯あるんですけれども、そこで今あの仮斡旋受けているのは175世帯しかいないという、そういう状況なんですね。でもうあと3月まで何ヶ月もありません。で私どもはですね、一人もその避難、路頭に迷わせないということで、福島県などにも一生懸命交渉してるんですけれども、なかなかですねいいお返事がいただけないんですね。であの福島県ではですね、特定入居を認めてますというお話を再三新妻さんはなさいます。しかしあの私どもがですね、東京都とか他の府県でもって、交渉をしますとですね、必ず公共住宅法の法律とそれと施行令によって特定入居は決まってるから、これ以上の対応はできないんだというお返事ばかりが返ってまいります。で私どもはですね、あの特定入居というのは、まあ、抽選なしですから、あの非常にその救える面があるんじゃないかということで何度も何度も要望しておりますけれども、今日のその説明でもですね、特定入居はダメなんだというお話がありました。でこれではですね、ますます私どもはですね、路頭に迷うということになると思うんですね。でこのそもそもですね、原発事故というのは国策でその結果として起きた事故なのですから、本来国が避難者に対してきちんとした住宅政策を持つべきだと思うんですよ。でそれなしにですね、避難先の自治体にまるで何かその恩恵をするような形でですね、あのそういう対策を立てさせるというのはですね、そもそも間違いではありませんか。はい、どうぞ。避難連の近藤と申します。ですね、参議院、先の参議院で安倍晋三総理は国会でこう言いました。汚染水は港湾内で完全にブロックされている。そして福島県の、県民であれ、国民、日本国民にこれからも、これ以上も健康被害は出ない。それから福島県民に寄り添っている、被災者に寄り添っていると言いました。今、国は、県がって言いましたよね。国のお役人の方は。国が前面に出て福島県を助けるって、安倍晋三首相は言いましたよね。福島から始めるって言いましたよね、前は。福島の復興なくして、日本の復興なしと言ったのは、ことはどこに行ったんですか？もう昔のことなんですか？まだ福島県の復興なんか一つも何もないです。除染が終わったわけでもなく、環境が戻ったわけでもなく、廃炉のハの字も進んでいません。新たなる危機が訪れています。それを隠して、もう2020年のオリンピックにはもう福島の原発事故はなかったんだということにしたいがために今の政策を進めているんでしょ。私の家は住宅除染夏にしました。それでも家の中 0.65 ミリシーベルトあります。私の家貸しますから30年ぐらい皆さん住んでください。何度も言いますけども、住める人手を挙げてください。住みたいなっていう人誰もいないでしょ。手を挙げられないところに自分たちができないことをね、国民に押し付けるんじゃないんですよ。福島県民はね、福島県民も日本国民なんですよ。1ミリシーベルトなんですよ、一般人の受けていい線量っていうのは、追加線量っていうのは。それが20ミリシーベルト？さっきから20ミリシーベルトと100ベクレルだとか8000ベクレルだとか、原発の中での基準値の話を一般国民に押し付けてるんですよ。私は元原子力従事者です。100ベクレルの恐ろしさっていうのをよく分かってます。1秒間に100回放射線が出るんです。1分間で6000発です。それが細胞を壊すんです。で DNA を損傷して癌を発症するんです。原発作業員が5ミリシーベルト被爆したら
労災認定されるんです。整合性取れない人は一般人、子供に20ミリシーベルト、今福島県の子供174人の甲状腺がん及びがんの疑いの子供は174人もいるんです。100人以上の子供は甲状腺が切ったんです。この現実を、被害はない、原発由来じゃない、じゃあ何なんですか。あなたたち一つも答えられないでしょ。そこに30年自分たちの家族連れて住んでみて実証して安全だって言ってから、あの返すようにしてくださいよ。出来もしないこと人に押し付けんじゃないんですよ。私何か一つでも間違ったこと言ってますか。当たり前のこと言ってんですよ。小学生でも分かる常識ですよ。今うなずいてる人いますね。よく自分の頭で考えてください。自分たちが発している言葉がどれだけデタラメかということをよく分かってください。以上です。私は避難の権利を求める全国集会に関与しています松本です。新妻さん、ですね、内堀知事はニューヨークで、すごいことをおっしゃってますよね。ある程度長い期間の中で故郷に帰れるかどうかということは、ね、ここそれぞれ決めて、長いスパンで決めていただくしかないと私たちは考えていると内堀知事はおっしゃっています。しかし私たちには全然会おうとしていませんね。で、先ほどチェルノブイリよりも低い放射能だとおっしゃった方がいますけれども、低いから安全なんですか？そんなことないですよね。今も毎日汚染が出ているということですよね。で、警戒区域外です、私は。しかし、汚染、除染をしたものが敷地内にあります。で、新妻さんはここそれぞれ聞いたとおっしゃいましたけれど、皆さん帰るとおっしゃってますか？帰れないとおっしゃってるんじゃないですか？そこに対して福島県がなぜ国にきちっとしたことを話せないんですか？おかしいじゃないですか。それで環境省の方は先ほど空間線量は下がってる、確かに下がっています。でも除染物があちこち警戒区域外にもありますよ。それをいつかちゃんとしていただけるんですか？それもしていないで帰れっていうのはおかしいですよ。帰れませんよ。で、この住宅もそうですけれど、私は神奈川県にお世話になっています。しかし先ほど副校長の方で話してましたけど、神奈川は70戸確かに出していただきました。しかし民間借り上げが多いんですね、神奈川県は。で、その70戸に入るところがありません。で、収入要件もあります。で、お風呂もありません。その70戸の中にはほぼほとんどと言っていいくらいで、あるところは月収入要件で6万とか7万払わなければ生活していけません。それも今私は川崎にいますけど、そこからかなり離れた相模原とかそういうところにはありますけれども、お風呂がない、そういうところには行けません。70個与えたからいいでしょうみたいな、そんな感じで私たちは来年の3月以降切り捨てられるわけですよね。それに対して新妻さんは何かきちっとした対応を福島県としてできないんでしょうか。私はいつも思うんですよ。新妻さんは福島県にも住んでおられる方がいると必ずおっしゃいます。でも今というか311は1号機も2号機も3号機もメルトスルーをしたわけですよね。どうすることもできないで今シックハックしてるわけですよね。そういう福島県の状態で復興ありきで被爆を避けるために避難した人たちの住居まで取り上げるっていうことはやめていただきたいと思います。はい、では、はい、
時間のないところですいません。特に国の皆さん方に確認しておきたいのは、原発事故でこれに近いレベルでひどかったのはチェルノブイリだけなんです。チェルノブイリで何をしたか、どのような対策を国が取ったか勉強してください。危険なのは放射線ではなくて、放射線を出す放射性物質です。袋が破れたら飛ぶんです。いっぺん地面に落っこったものはもう一回舞い上がるんです。そして口から鼻から入るんです。カウントしてないでしょ、福島県外も含めて。それあなた方全員でサボってんですよ、全員でサボってんですよ。サボってるっていう自覚を持ってください。で、福島県に任せないで、実は福島県の個別調査、非常に人数の少ない中をやりくりして志願者等々を集めて宿泊して出しました。私はそれを聞きました。だけど十分な準備をするどころか、避難者の実態を全く初めて聞いたっていう個別調査の方相当数いらっしゃいました。なんで国が助けてないんですよ。人出してください、調査の人出してください、調査の金出してください。そして時間を延ばしてください。まず一番先にこの場でできることは、今度の3月、皆さんの中にはもう学齢に達したお子さんをお持ちの方いらっしゃるはずです。修学時検診何月でした？制服の準備いつ始めました？ランドセルいつ買いました？もう今11月ですよ。まだ次に行く学校決まってないですよ。その子供の気持ち考えてください。行く場所がないかもしれない、どこにも行けないかもしれない、最悪の場合親子を分離するかもしれない。その子供の心を傷つけてるのあなた方ですからね。で、運悪くここに来てしまったなと思ってる人もいるかもしれません。だったらば、私こんな風に当たられたんだ、お前らもだぞと仲間に伝えてください。ぜひ伝えてください、お願いします。一度中田代表の方からお願いします。時間もなくなっては少し焦ってるんですけどもね、ちょっと整理の意味で確認をしたいです。今の話の中で出てきた話題です。まず避難者の中でね、ほとんどの大多数の避難者はまだ帰らない、帰れないという判断をしてますよ。先ほど新妻さんの質問でね、新妻さんもうなずいていらっしゃったけど、これはもう事実として皆さん確認できるでしょ。一番多い選択肢はそれだと。福島県は少なくともそういう結果を把握してますよね、新妻さん。個別訪問だと私も含まれてないから全部って言えないんだけども、私もすでに昨年12月で借り上げ住宅の供与は終わってますからね。でもそういう人も含めても一番多いのはそうだと。まあ、どき当たって間違いないじゃないですか、ね、福島県がそういうんだからそうですよね、国の皆さん。同意しない？なわけいかないでしょ、本当なんだから。一番多いんですよ。で、今も議論になっていたように、なぜ帰らないのか帰れないのかっていうのは、我々この状況では帰れませんと、そう考えてるからなんです。除染もしかり、もう5年も経てばですね、すでに子どもたちも今避難先での生活、我々大人もですありますよ。そう簡単に帰るという判断はできないんです。で、先ほど来何度か国の方も復興庁はじめですね、あるいは福島県も言われているのは、それぞれの選択尊重しますと。避難を続けるも帰還されるも、そもそも避難せずに汚染地域ではあるけれども居住を続けるも、どの選択も間違ってないですと、こういうことをおっしゃってます。まあ、それもいいですよね。子ども被災支援法にはちゃんとそう書かれています。ですから避難者の中で大多数は避難継続を希望しているし、その選択は間違ってないんですよ。
この前提でお話し進めていいですよね。異議がある人は言ってください。じゃあその前提でお話をこれから進めます。2番目もう一個確認しておきたいんですが、先ほど来個別訪問の話も話題になっていますが、そもそもが今も明らかになったように無償供与打ち切ります、次はこれやります、発表してから個別訪問やってるという、これ自体がまず間違っている。個別調査の個別訪問の内容やり方、例えば今も言ったように避難者全体像をつかもうとなんかしてないんですよ。私のとこ来てないですもん、避難のとこ来てないですもん。全体像をつかめるわけないじゃないですか。今も住宅の供与受けてる人だけですよ、やってるのか。全体像なんて分かるはずないですよ。分かるはずもないのにもう必要ないというような判断がそもそも間違ってるんですよ。これに同意した国は決定的にミスですよ。これは案の定今後の対策といっても穴だらけですよ。さっき一例だけですよ、挙げたのは。こういう人対象にならないですよ、ああいう人対象、あ、資料があったね、これバッて今すぐここに移るといいんだけど、まあ、いずれにしても後でもお渡しできますが、むしろ本当にごく一部ですよ、引き続きの住宅支援なんか受けられるのは。この事実は知ってますよね、同意した内閣府。あ、違う違う違う、福島県が新たに政策として呼んでるやつなんてのは、実はそれによって補助を受けられるのは全体の一部に過ぎないってことですよ。知らないの？知らないんであればそもそも同意した根拠がないんだよ、もう崩れてんだよっていうふうに今確認したいのはね、誰一人路頭に迷わないだろう、誰一人住宅に困るようなことはないだろうなんてことは到底言えない。実はたくさんの人たちが住宅これからどこに住んだらいいんだってことを、もう困難を今向か困難をすでに味わってるんですよ。そういう状況にあるってことなんです。でここもご異議ないですね。誰一人そんな困難はないと言うんだったら手を挙げて発言してください。ないですね。でいよいよ我々の要望項目で言いますとね、3番目、これ答え担当されている方いらっしゃいますよね、この中に。挙げてきた質問で担当者なし、誰も発言しないっていうのをありました。時間の関係で何も言いませんでしたが、要望項目第3、誰も答えないと済まさないですからね、用意している方お答えください。もうすでに2時半過ぎて大変申し訳ないけども、時間を待たせずにお答えください。はい、要望項目3、応急仮設住宅、みなし仮設住宅の無償供与を来年3月に打ち切ることなく、少なくとも当面は継続した上で、災害救助法や子ども被災者支援法などあらゆる法令を活用した上で、新法制定も含め汚染地域の被害者避難者の必要を満たせる住宅保障策を私たち当事者を交えてゼロから再検討してほしい、この件についてご回答をお願いいたします。私もちょっと司会の権限で、これ本来は国にというところですけど、まず福島県、これについて見解を一つ述べて、その後国の方から。3番の問題に答える前、若干事実関係の話で、先ほど言いましたように、ほとんどは戻らないというお話でございましたが、
自主避難の方で県外に避難されている方はやはりその7割以上の方がやはりその県外でそのまま暮らしていらっしゃっている方がということがアンケート調査の結果でございます。で一方でその県内で避難されている方についてはやはり元の町村に戻るという方が多いというところがございます。それは打ち切り決定後の調査ですよね。打ち切られてから戻らないと。そうなんですよ。打ち切られなかったら。打ち切り決定後の調査ではないかという話がありますけども、いかがでしょうか。その発表させていただいた上での今後の住まいについてどうされるかというご尋ねをさせていただきます。で、その結果をもとに基づきまして私どもとしてはその新たな支援策というものが必要というふうに判断をしておりまして、そういった意味で支援策をさせていただいています。でまず3番 の答えの部分でございますが、ここにつきましては災害救助法に基づくその応急仮設住宅の供与というのはあくまでも被災地域 その応急救助が必要かどうかという判断でございまして、その部分の判断は今来年の3月で終了する、区域外の部分については繰り返しになりますけれども、その生活環境が整っているですから、そこは放射能汚染があるからということで、そこを見ないで判断がおかしいということですか。放射能汚染の話をされると、私どもとしてはそもそも避難指示区域、避難指示があるかどうかという部分がございまして、避難指示区域のないの部分については当然なことながら当然区域で汚染が止まってるんですか。区域の部分でを判断をさせていただいて、その部分で区域内の方については引き続きその応急救助が必要だというふうには考えております。で、区域外の方についてはその繰り返しになりますが、もともと避難指示が出ていないところもございますので、そういった意味で私どもとしてはその区域外に汚染がないとおっしゃるんですか。で借りたい人なんかいないよ。2周目の甲状腺がんの話だってあるでしょ。さっき1周目しか話してないでしょね。でそういうことでございますので、そういった応急仮設住宅の供与というのは来年3月に終了するという方針でおりますが、そういう意味で、先ほど何度も繰り返しになりますが、じゃあ繰り返しになりますが、あくまでも県としましては避難生活を続けたいとおっしゃる方々の部分についても十分に配慮させていただくということで、支援策を続けたいんではなく、続けなくちゃいけないんですよ、今、そういう事態の線があるから、だから延長してくださいと思いますけど、一つもう一度確認なんですけども、打ち切りが決まってから移行調査が行われた、だからそれを撤回なり戻してほしいということに対しては、福島県はそれはもうやらないと、3月末でもうこれで行くと決めたということですか。その方針は変わりません。はい、なぜ方法も間違ってんだから、ダメだよ。今延長するっておっしゃったけど、どういう延長を考えてらっしゃるんですか。新しい支援、なんか支援するとおっしゃった新しい支援、改めてご支援策って何ですか。はい、これ使えないですよ。使えないからわざわざこんな人を作ったんですよ。我々としてはですね、財源の問題もございますし、そういった意味で、一つ今福島議員の方から確認をさせていただきます。お願いします。すいません。ごめんなさい。国とも十分協議をさせていただいた上での新たな支援策の財源の部分でございまして、県としては避難生活を続けたいとおっしゃる方々に対してご支援をさせていただくということで支援策をメニューを用意してございます。で、はい、延長の財源がいくらかご存知ですか。もし仮に延長するとしたらその財源がおいくらかご存知ですか。年間はい、仮に延長するとしたら実はですね、自主避難というか放射線のよりその自主避難されている方と、地震津波によって、避難されている方いらっしゃいますので、そこの部分については区分が実
は厳密にできませんので、私のことしてですね、新津波の方も含めた上で、今回29年3月で終了される方、およそのその人数は時間でございますので、これは27年度の決算ベースで言いますと、借り上げ住宅にかかる費用としては、全部で170億ほどかかってございまして、でそのうちですね、29年3月で終了される方の人数で案分を外と内と案分すると約70億程度かというふうに思っております。年間としてかかる費用が、それは国の負担ですね。もちろんこれは災害救助法の負担でございますので、ですから延長してくださいとお願いしてるんです。で今の件で今度は国の方のご見解を伺えればと思いますけれども、これはどこが適切になりますでしょうかね。まあ、本当は全部の省庁という意見もありましたけど、時間の関係もありますので代表してご答弁いただければと思いますけれども、ご相談されたら時間もね、もうちょっとオーバーしてるんで早くお願いします。また答えられる人がいないんだったら呼んできてください。どうだ安倍晋三呼んでこい。大項目の3番の要望に誰も答えずに帰りましたってできないんですよ。終わるわけいかなくなっちゃったね。内閣府ではないですか、あえてあげれば。内閣府か復興庁かみたいな話が飛び交っておりますけれども、はい、では内閣府復興庁というお話が飛び交ってますので、内閣府と復興庁それぞれ防災担当という話も、内閣府防災でございます。福島県から、我々は災害救助法を所管しているところでございますので、災害救助法に関わる、相談等がございましたら適切に対応してまいりたいと思います。あ、そうで相談をしているわけなんですか。だからね、ちょっと聞いてたから、あなたがおっしゃってるのは福島県から持ち出してくればもちろん協議はするよみたいなこと言ってるんですよ今。福島県の方から新たな判断なり新たな協議を申し込まれたらやるよと言ってらっしゃるわけでしょ。そういう意味でしょ今言われたの、はい、私たちが聞いたの違うんですよ。今ここでねこれだけ問題になったのが分かったでしょ。このまま進んでいったらばまずいってことが分かったでしょ。あなたが同意した内容それ自体にもう議員があるでしょ。あなたの方からもう一回協議して確認したいっていうふうに言わなきゃいけないでしょって言ってるんですよ。福島県からこういう説明受けたよね、そうだと思って同意したよね、でも違うかもしれないって議員があるんで、もうちょっとその件については協議し直したいとあなたが言わなきゃいけないって言ってるんですよ。いかがでしょうか。繰り返しですけども、あくまでも災害救助法の実施主体は都道府県知事になりますので、都道府県知事から、そういう協議あるいは、今回来てらっしゃる福島県庁の方から、ちょっとごめんなさい繰り返しなのは分かった、はい、もう繰り返しにならざるを得ません。じゃあ聞きましょう、はい、同意一回した内容に議員があった場合国はそれについて再協議を行うことができないという法律を教えてください。あるわけないでしょ。教えてください。よろしいですか。再協議できないというふうに私は申し上げたつもりはないんですけども。はい。ですから先ほど申し上げている通り、都道府県知事が協議をして我々が同意をするという仕組みになっておりますので、一回同意したものを仮に福島県さんが、もう一回、やり直すと、仮の話なので仮の話は申し上げたくはないですが、そういうことがあればご相談には乗りたいと思います。違うってだから何回言ったら分かんのさ。福島県から言ってこなきゃやりませんとあんた言ってんだよ。やれませんって言ってんだよ。福島県から言い出してこない限りやれませんって言ってるのはどこの法律に変えたんですかって言ってるの。国の方から協議したいと言えないっていうのは何の法律でどう決まってるのか答えてくれって言ってるよ。
と、それはもう災害救助法の施行令で、あの特別基準を設定する場合は、国に対して、都道府県知事が、協議をして、我々が同意するという仕組みになっています。設定する場合じゃなくて、見直す場合にそういうことはできませんとあんた言ってるんだよ。今も言ったように、一度協議して同意をしました。ところが、同意した内容に疑義があるでしょうと。今日だけだって明らかになったことがあるでしょうと。そういう場合に、それは国から言い出すことがあんたできないんだって言ってんだよ。やってください。できないはずないでしょう。疑義が見つかって、間違いが分かって嘘が発見されたまんま、国の税金使うんですか。そちらの方がよほど違法なんじゃないですか。できますよ。やってください。はい、では復興庁の方から。復興庁の立場からお答えさせていただきます。今、いろいろ議論されてございましたが、共活住宅の打ち切りの話に関しましては、福島県さんと南部豪財さんの間の、協議というふうなことで、復興庁の立場としてはコメントはちょっと差し控えたいと思います。で、復興庁の立場としましては、福島県さんが決められました、新たな施策の部分、基幹生活再建に向けた支援が円滑に進むように引き続き支援を行っていきたいというふうに考えております。以上です。具体的には被災者、支援総合交付金を活用しまして、県内外の、相談支援だとか情報提供あるいはコミュニティ支援。家が欲しい、家が必要だと言ってるんです。今出てきた問題に対してどういうふうに支援するんですか。福島県だけではもうアップアップでこんな風な状態なんですよ。復興庁さん何やるんですか今これから。現状で決まっているのはこの今申し上げました取り組みでして、これからのことは、今申し上げたことはちょっと難しいかなと思ってます。文書で回答してください。この今、この現状ではこの取り組みしか私は。あと何ヶ月あるんですか。家がなくなるんだよ。福島県さんをしっかりサポートして参っていきたい。はい、ちょっとよろしいですか。先ほど新妻さんの避難者に関しては、地震と津波と原発事故等に関して、区別をしてない数字しか持ってない。国の方針ですよね。福島県の方針じゃないですよね。福島議員の質問主意書に回答を出したのは政府ですよね。原発事故避難者は数えないって。定義もしないって。国です。あなた方です。何十億でしょ？ほら、東京オリンピックの話。と違いません？二つぐらい。人は泣くんです。死ぬんです。あなた方がここでちゃんと話を持って帰って、こういうことで泣く人がいる、死ぬ人がいるかもしれないって言われたって伝えることで、助かる人がいるんです。泣かないで済む子供がいるんです。人を助けてください。人なくして何の国ですか。人がいて税金ももらってようやく皆さんの給料も出るんでしょ。ちゃんと仕事してください。人を泣かせないでください。人を無駄死にさせないでください。お願いします。時間の方も、かなり、はい、今まで支援をやっていたのを打ち切るっていうことに合理性がないと思うんですよ。今までやってきたことを打ち切る。すみません、ちょっと時間がオーバーしてすいませんが、みんなが言ってるのは今まで続けてきたことをなぜ来年の3月に打ち切るかっていうことじゃないですか。それに合理性がないっていうことなんですよ。福島県はそのことを再考してほしいし、国もその上に乗っかってやらないでほしいと。つまり今までさっきちょっとひどいなと思ったのは、区域外で避難してる人だからって言ったけれど、今まで福島県はそこに対してやってきたわけじゃないですか。じゃあみんなが困るのは、避難していてそれを突然っていうか打ち切られるんですよ。
で支援策は十分ではない、で原発のことだって解決してないんじゃないですか。ですから福島県はそこ、今日 あのみんなの意見を踏まえてですね、再考してください。で政府は福島県が決めたことだからではなくて、やはりそれはそういうことのために、まあ、税金使うように国も決意をしてください。私たちはとにかくこの、打ち切りをとにかくやめてほしいと、延期してほしい、まあ、やめてほしいということですが、せめて延期してほしい。来年の3月はいかがでしょうか。福島県さん、先ほど3月末でも決めたとおっしゃっておりましたけども、今再考してほしいという要望がありました。これについては再考していただけるでしょうか。いかがでしょうか。いわゆる災害救助法によるですね、応急救助法の部分については、終了については、まあ、方針通り、来年3月ということは変わりませんので、ここにつきましては、応急救助の期間という部分についての考え方につきましては、先ほども何度も繰り返しになりますが、国とも同意をさせていただいているということで、この災害救助法の適用については、私どもとしては来年の3月という部分は、区域外の部分については終了という部分は変わりません。ただ、入ってください。別の枠組みにできますよね。別に災害救助法じゃなくて別の枠組みでできますよね。今のご返答は再考はできないとしないということですね。はい、そう思います。はい、なんで、はい、いやだからその理由を言いなさいよ。理由をどうだ。はい、どうぞ。もうすでに福島県さんが発表された来年4月以降の家賃補助などの支援策、それを前提に動き始めている人たちもいます。だからこれは今のまま穴だらけのまんま進むのは大変危険です。がしかしそれとは別にもう一回再考して、やはり必要な人がこんなに残るから災害救助法を延長してくれと、仕組み的にはできるでしょう。しかもここでこれだけですよ、問題点が指摘されて、あなた方が把握されてないことも今日お伝えして、じゃあどうするというの。再考もできないんですか。新妻さん持ち帰ってこういうことも指摘された、避難者の直の声を聞いてきた、どうしますと。再考しませんかと、しましょうかと、そういう声が上がったんですと。再考しませんってあなたここで答えてるってことは、そんなことすら伝えないってことさ。そうなの。違いますよ。再考しますと、ちゃんと今日の話を聞いた上でもう一度お答えしますと、こういう話がなぜできないと思ってます。すいません、じゃあ言葉足らずで申し訳ない。今日の打ち合わせ、協議につきまして、この要望につきましては、当然私どもの方としては、知事まで報告をさせていただいておりますし、結果も知事まで報告させていただく予定でございますが、そういった意味で、そういったご要望が出たということは、当然伝えるものでございますが、今現在の私のやっている方針としてはですね、ここで方針を変えるとかということをお答えする立場にないので、そこはそういったご要望が強く出たということにつきましてですね、持ち帰らせていただきます。ただしですね、私もとして持ち帰って報告をさせていただくんですが、それが変わるという部分については、その今のところ私どもとしてはこの方針のままやらさせていただくということでございますので、分かりました。それはそうでしょう。あなたここで来年以降も継続を求めますとは言えないというのは分かりました。で、持ち帰ってその結果はまた福島県に伺って聞くという機会もあるでしょうし、それ以前に今回の4団体に対しては検討結果を文書でください。我々に。ください。当然でしょ。県からでございますか。はい、国から。県からですよ、今の話はね。あれですね、火種の皆様とは何度かこれまでも共有させていただいて要望を提出させていただくので、はい、今後もその機会はあるのかなというふうに思っておりますが、はい、その機会でよろしいございましょうか。いやその前に
ください、報告を。今日持ち帰って検討した結果をご報告ください。主催が4団体協議ということでやらせていただいておりますので、この協議に対してのご返答いただきたいということであります。すみません、今回のですね、一箇所でいいですよ、私のところにいただければ他の団体さんにもお伝えします。今回のご要望につきましては、はい、もう全てこのご要望書がいただいてるんですけども、まあ、県知事宛てはないのですが、だから今この場で言ったんじゃないですか、はい、そのご要望は聞きましたので、はい、ご要望を受けたまったということでよろしゅうございますね。で、再検討を求められたと、でその結果、はい、こうだったというのをくださいと、要望ということは、ね、一般的に期限を決めて、はい、いついつまでにご返事を、いただきたいと、文書でいただきたいというのが我々の要望です。はい、で福島県さん、そうです、国ですよ、問題はさっきから、ま、誰もまともに答えてなくて、もうはい、いたずらに延長したいなんてことは考えてません。私は札幌から来てるし、教授に変えなきゃいけないし、時間無制限でやるわけにはいかないんです。早く、本来であればお約束通り終わらせたいんですが、まともにここご回答いただけないんですよ。今福島議員さんもおっしゃられたように、再検討してください、国からも主体的にそれをお願いしてるんです。どなたか回答いただけませんか。できない理由があるんですか。誰が担当か分かんないって感じなの。そんなことはないよね。内閣府だよね、これ協議に関してさらに再検討するとすれば、それを我々はお願いしてるんですよ。撤回してくださいというのは非常に言いづらいかと思いますけど、再検討というのは一般的なものの考え方でありますので、再検討した上のお返事をいただきたいということには、やはりご回答いただくのが私どももお互い誠意を持った形でかと思いますが、いかがでしょうか。福島県と内閣府で再協議してもらえば、本当はねそう言ってもらえばいいんだけど、先ほども、繰り返し、また繰り返しですけども、我々が災害救助法の所管をしております内閣府防災ですけども、災害救助法に関わる事案について、福島県の方から、ご相談なりがあれば適切に今後もとも対応してまいりたいと考えております。
そういう人たちを出すことだけはしないよってせめて約束してもらえませんかという皆さん、県の皆さん、どうでしょう。答えてくださいよ。そこが非常に肝心なところです。そうすればきっと死なないと思うんだ。これはね、あの県外避難の人だけじゃないんですよ。県内に今仮設プレハブに残ってる人も今追い出しにかかってるんですよ。それで、つい先日ですね、福島の郡山であった説明会では、もう80歳以上の方がのもう仮設からね、もう出れる人はみんな出てるんです。で、出れない人だけが残ってるんですよ。そして病院に行くためには、ここにいざ残らざるを得ないということを、あの言ってるんですよね。それでもうあえて追い出せるならもう自殺者が出かねないということまで言ってる、そういう方たちがたくさんいるんですよ。その政策の変更ということでね、あの人間を本当にそういう窮地に追いやる権限があなた方にあるんですか。少なくとも追い出しはしない、条件が整うまでは追い出しはしないというその約束ぐらいはちゃんとしてください。そういったそういうあの高圧的な態度とかそういった部分があるということで、まあ、大変この申し訳なく思います。それはあの前回、まあ、これまでもですね、あの指摘をいただいて、その都度ですね、あの訪問する者そのものが、いわゆるそのそれぞれ別な仕事をして、その期間だけ我々その軽職なりの期間、あのその期間だけ借りてくるというところなんで、十分に研修しているつもりではございます。あのそういったことがないようにと。そもそも家に来ないでほしいです。ですから、あのそれはあの、あの、あの訪問の部分について、あの訪問しないでほしいということであれば、それはあの訪問しないということになりますが、ただあの先ほど言ったその今後そのどうされるかという部分で、ご相談をさせていただかなくちゃならないので、その状況はつかめないこともございます。ですから、あの先ほど言ったようにそのあの仮設住宅に住まわれる方で、今後こういろいろ理由があって、あの退去もできないというような方については、それは その理由に沿った上でのご支援をさせていただくので、やはりお話聞かないと何ともその先の部分にはいかないものですから、そういう意味での個別訪問をさせていただいているというところでございます。ですから、あのそういったあの無理やりというか、あの強圧的な態度というのは非常にこの反省するべきというんだと思いますので、そういうことがないように繰り返しそのきちんとしたあの研修をさせていただきたいと思います。で、まあ、あのまだ個別訪問は今後もですね、まだあの十分に決まっていらっしゃらない方、あのそれから支援をされている方とが必要だということで、あの年明けにかけてもう一度させていただきたいというふうに思っております。そういった意味で今のご指摘の部分については、あの十分反省をした上で、まあ、あの拒否されている方、まあ、あのそういった方も含めてですね、あの今後どうしていくかという部分は、あのそういったあの対応にならないように十分心がけたいと思っております。拒否の意思表明をしても誰か来ちゃうんですか。期限が決まってるから高圧的な対策になる。ここで一つだけいいですか。あのついこの間9月末でね、今その住宅の確保の見通しがついてるというのは1割もないじゃないですか。それをあと4ヶ月5ヶ月でね、本当にあの追い出しをしない状態でできるんですか。すいません、あの1割の意味が、前回の1割はあの住宅確保ということで、公営住宅なり公営促進住宅でどれくらい の新たな住めるところかということで、まあ、あの1000世帯余りということで、全体だと1割ということでございますが、あの実はあの避難者の方々、今住んでらっしゃるところに住み続けたいと、先ほどの公営住宅の区段でありましたけども、まあ、特定入居したいというような話もございまして、あの住宅としてはですね、今お住まい の住宅に引き続き、お住まいになる。で、そういった意味でその、まあ、あの民間賃貸であれば、そういったことで家賃の支援をさせていただくという施策にしてございますので、あの1割が決まってないというわけではなくて、あの私の質問としては、あの、まあ、あの1000戸程度はですね、あの、まあ、今の住宅で不具合があるという方がいらっしゃれば、あの移り住むという部分として用意させていただいているということでございます。それで有権に引っかかる方がいっぱいいるじゃないですか。
すいません、ちょっとここで駆けつけてくださった山本議員、福島議員の方から何かご発言があればいかがですか。すいません、15分前からぐらいの会話しか聞いてないんですけれども申し訳ないです。結局福島がやっぱり人を戻したいっていう部分に関して国は協力するっていうことになってる流れですよね、これ。そうでしょ。で、福島県がもしもその人を戻すってことに関して何か間違いがあったりとかするならば、これ国止めなきゃいけないんですよね。まあ、もともと国が大丈夫だっつってる基準自体が間違いだっていう部分はありますけど、で、まあ、福島県内でどんどん人が帰っていくって話になってるけど、じゃあ根本的なことを聞きたいんですけれども、福島の東電原発に関しての避難計画っていうのはもうどこまで仕上がってるんですか。原発再稼働に関しては避難計画っていうのは用意されてますよね、準備されますよね。この避難で今事故が起こってるっていうか、今絶賛放出中ですよ、海に空に。収束なんかしてないでしょ。スリーメルトダウン絶賛事故りまくってる、この原発のね、立地県、福島県に人々を返すっていう考え方ならば、何よりも避難計画が必要な福島県じゃないかよって話じゃないですか。日本の中にある原発の中で、核施設の中で一番脆弱な核施設どこですかって、事故原発に決まってんじゃないかって。その地域に人返すんでしょ。どんどん狭まっていってるじゃないですか。避難解除していってるじゃないですか。そこに帰るのに避難計画も立てなくてもいいって人柱にする気か。そういう話じゃないですか。で、空間線量だけ測って大丈夫だなんて、そんなイカれた話、今までの核事故、核そのような核の事故が起こったような国でそんなことあったかってことなんですよ。同情汚染だろって。人が帰れるか帰れないかの基準は空間で 0.1 であろうと、同情を測れば放射線管理区域なんて土地いっぱいあるじゃないですか。どうしてそれを表に出さないんですか。放射線管理区域どんなんでしたっけ。成人男性10時間以上入れました。入れないでしょ。放射線業務従事者が行くとこでしょ。子供が住んでいいとこだった、寝ていいとこだった、当たり前のことなんですよ。じゃあ今あるルールって何なんだって考えたら分かるじゃないですか。国民の生命と財産を守るのが政治のやる仕事、国のやる仕事。たとえ福島県が暴走して人を減らしたくないからといって帰還政策を求めてきたとしても、そこは違うって言うべきでしょって。でも難しいですよね、それ。まあ今来られてる皆さんにそれをぶつけたとしても、なかなか難しい部分あると思うんですけど、そもそもおかしな話なんだってことを一人一人が考えてくださってますかってことなんですよ。今この不条理の意味分かってますかって。うるさいな、放射能放射能つって面倒くさい人たちだなっていうクレーマー相手に話してるっていうようなことを心の片隅でも持ってほしくないんですよ。事故を起こしたのはこの人たちでもない、福島県民でもないってことなんですよ。東電でしょ、それを後押しした国でしょって。国が安全基準をはっきりとしないっていうかね、デタラメなこと言ってんだから、逃げる権利ぐらいくれよって。力貸してくださいよ。戦えないんですか。皆さんは子供いる、家族いる、将来がある、自分さえ良ければいいのかって。真正面に戦って無理なんだったら、なんかいい方法教えてくださいよ。つながってるでしょ、被団連さんとも。そこら辺のノウハウをちょっと教えていただきたいんですけど、公式の場以外でだったら、なんかそういう交流持てないですかね。いや、多分これ正面切ってやってたとしても追い出されますよ、皆さん。福島の皆さんっていうか、この自主避難されてる方々、当然じゃないですか。2020年までに復興庁解散でしょ。逆算してみんな追い出してるわけですから、もう大丈夫だ、問題ないってことにしようとしてんだから。でも実際見てみてよって。大丈夫だからと思って住んでる人の方の数の方が少ないですよ。いるしかないから、住むしかないから住んでる。それでも
命守りたいって逃げてる人たちが避難を打ち切られるっていう場面に今遭遇してるわけだから、力を貸していただきたいんですよ。もっと寄り添っていただきたいんですよっていう、ごめんなさい、ちょっと今までの議論とちょっと噛み合わない話しちゃったかもしれないけど、とにかくそういう話なんです。事故前と事故後でどうしてこんだけ変わるんだって、こんだけ変わるんだったら安全基準なんてもともとなかったも一緒じゃないかって。敷地がないんでしょ、放射線は。いくら低くても何らかしらの影響があるっていうのが放射線じゃないですか。だから公衆の壁で守ってたんでしょって。力貸してほしいんですよ。どういうアプローチが効くか。まず福島県から攻める方がいいですねみたいな話ないですか。その後ですね、福島県の方ともいろいろ話しながらみたいな、なんかここで待ち伏せして誰かに会える、そんな方法とかなんかないですかね。なんか多分こういうような話でも平行線のまま、じゃあ持ち帰らせていただきますってことで話終わっちゃうじゃないですか。いつももうこの5年ずっとそうだったじゃないですか。どんな省庁交渉も自腹切って、札幌から来てる、九州から来てる、いろんな人いるんですよ。生活費削ってんすよ。本当にこのままだったら死者出ますよ。千葉の調子で親子が一家心中したじゃないですか。娘の運動会の鉢巻きを使って立ち退かされる日に、娘にそのことも言えず、娘がお母さん様子おかしいって、娘が学校休んで、その後お母さんは首を絞めた。で立ち退きに来た者たちにそれを発見されたっていうようなことが全国のあちこちで起こった場合に、これ誰責任取るんですかって。ここで発言したこと忘れるわけじゃないでしょうね、皆さんね。福島県を応援するんだって仕方がなかったっていうことにするんですか。ごねた方が悪いって話になるんですか。力を貸していただきたいんですよ。何か方法ないですかね。再協議に向けて一番効果的にやるべきことっていうのを教えていただきたいんですよ。それを教えていただけるんだったら、ちょっとカメラみんな止めてもらえますから、いかがでしょう。知恵を貸していただきたい。皆さんの身も安全で、そして今よりも協議が少しでも進むような知恵を貸していただきたいんですよ。これ解散した後にちょっとそういう話をちらっとしてもらえませんかね。当事者の方とも、すいません、なんか長くなったけど、言いたいこといっぱいあるけど時間長いんですよ。これもね、制限時間過ぎちゃってるんですよね。マイクお返しします。福島さん、私からもお願いです。これ結局打ち切ったら経済的に大変だと、福島に戻るか困窮したまま地元に残るか、究極の選択なんですよ。で、子供抱えたりしてて戻れないっていう人がもう日中も産地も行かなくなると。で、福島県はそれを考えてほしいし、政府も福島県がそう言ってるからっていうので逃げないでほしいと思うんです。だから今山本さんが話してくださった通りで、まあ、心から本当にお願いなんです。皆さんたち、とにかく打ち切らないでほしい。だから言葉は廃止でもなく延期でもいいんですよ。どんな言葉でもいいから、なんとか今までやっていたことをなんで突然打ち切るのか、それを再考してほしいと。なんかこちらもなんかこういうことがあればこうだとかね、なんかこうはこうだっていうのがあれば、ぜひ、まあ、また、インフォーマルでもね、どんな形でも知恵と力を貸してください。そのためにみんな来てるということをぜひ分かってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様たくさんまだまだご意見あるところだと思うんですけれども、予定の時間が、かなり過ぎております。ここでですね、まとめ方として最後、各4団体の代表さんの方から皆様の思いを背負って、最後に、政府の方々、福島県の方に要望なり、思いを伝えていただければと思います。では よろしいですかね、被団連の武藤さんからよろしいでしょうか。どうも今日はありがとうございました。時間が過ぎてしまったにもかかわらず、ずっと聞いていてくださったことには感謝いたしますが、
私は福島県に住んでいます。事故後もずっと住んでいますけれども、福島県が安全だと思ったことは一度もありません。山本さんもおっしゃっていましたけれども、福島に住んでいる人たちが安全だと思って住んでいるわけではないということは分かっていただきたいんですね。ずっと話に出てきたように、除染のゴミが自分の暮らしの中にある、そういう状況の中、そして放射性物質は事故前とに下がっていないんですよ。現実にそこにあるという事実があるわけですね。そして甲状腺がんの問題もあり、本当に不安の中でできることだったら避難をしたい、そう思っている人たちがたくさんいるということを分かっていただきたいと思います。でその中で今自主避難と言われている人たちがいますけれども、その人たちは特別な人ではありません。福島の中にいる人たちと本当に同じ気持ちの人たちなんです。そのことを分かってください。分けないでください。私たちをこれ以上分断されるようなことをしないでいただきたいと思っています。被団連はですね、福島県内にいる人たちも、それから県外に避難をしている人たちもいます。そして今後ですね、福島県の中で避難解除がどんどん起きていったならばですね、今自主避難と言われている人たちと同じような人たちが福島県内にあふれるわけですね。県内避難を続けたいという人たちが本当に大多数なわけなので、その中で同じような人があふれます。そういう意味で言ってもですね、新妻さんには私ぜひこの席に来てほしいんです。こっち側の席に来て一緒に国にお願いしてほしいと心から思います。国の皆さんはですね、私たちの話を今日お聞きになって、本当に矛盾の中にみんな今いる、そしてこの国の政策自体が非常に矛盾の中にあるんだということをもう一回自覚してください。そしてぜひ持ち帰ってこの打ち切りに関しては再検討してほしいという声がものすごくあったんだということを伝えてください。そして自らそのように考えていただけたらと思っています。どうかどうか私からもお願いいたします。再検討してください。よろしくお願いいたします。続いて原発被害者訴訟全国連絡会の村田さんの方からお願いします。村田です。先ほどからちょっと大きな声出したりしてすいませんでした。本当にもう一言で言えばですね、こんな理不尽なことがね、まかり通っていいのかということだと思うんですよ。皆さんだって理詰めで考えれば、どれほど無理であるかということはね、もう重々分かっていただいてると思うんです。やっぱりこれをここで一回立ち止まって方向性をもう一度みんなで考えないと、本当にこの先見通せませんよ。本当に福島県の再興も地域の再興もできません。人が帰ってこない、人がみんな背を向け合ってる中で、本当にこの原発以外というこれまで経験したことないようなところから立ち上がることは無理だと思います。その一方です。ここでもう一度本当に考え直してください。この住宅の問題、よろしくお願いします。次に移る前に先ほどちょっと最後曖昧になったままなんですけど、福島県さんの方に再検討をお願いしたいと、その、返答を、この4団体に対していただきたいと、文章でいただきたいということは、これはお願いしたということでよろしいでしょうか。ご受けたまっていただけたと、再検討ということです。さっきの文書出しますか。じゃあ別個作って改めて要望書出した方が分かりやすいですか。では改めて要望書を出させていただくので、今からですので11月何時ぐらいまでに、こちら出す日にもよりますね。ではその件も含めていついつまで文書をいただきたいということで、改めて出し直しをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、続いて、はい、避難住宅問題連絡会の鴨下さんの方からお願いします。はい、鴨下です。私は今日の協議に、ですね、協議に参加しまして、非常に残念でした。
特に被爆問題に関する認識といいますか、知見がほとんどここの場に集まっていない。そしてですね、極めてその被爆に関わる重要な質問に関して答える方、把握されている方もいないという状況がよく分かりました。この被爆の問題はですね、避難者よりもむしろ、避難してない、皆さんの方が、非常に危険な状況に置かれ続けているわけですね。命を削りながら生きているわけですよ。でそして、まあ、私たち避難者としては、その状況から逃れる、健康のために逃れるために、避難をしているわけです。でそしてそれが、ろくに検討もされないままやはり、打ち切りという決定がなされている。でそしてこれだけの矛盾点が出ているにもかかわらず、再検討再協議の、方向に、まあ、なかなかいかない。今お話ご回答いただけるということになっておりますけれども、どうもそれがあまり正直なところあまり期待できるようなじゃないような、話が新妻さんから出ておりまして、私としてはこれだけの、無責任な、安全性に対して極めて、疑問のある、まあ、はっきり言って危険ということですね。このような状況が、無責任な状況が明らかになり、そしてその打ち切りの決定もですね、非常に脆弱なといいますか、正しく検討されて判断された状況が見えないという状況である以上、やはりこれは来年3月の打ち切りは撤回してもらうしかない。まあ、もちろんこれは言い方なんでもいいですけども、撤回ではなくても、凍結でも延期でもいいと思いますけれども、とにかく来年3月で、この避難住宅を、から追い出そうというのはとにかくやめてもらいたい。そして意に反する追い出しは絶対にしないでもらいたい。これのところも、そういう聞き方をしているにもかかわらず、まともに向き合った回答がもらえなかったのは極めて残念です。そしてですね、私たち、今までいろいろと疑問点 ありましたけれども、ないものを恐れて逃げてるわけではないんです。不安で逃げてるのではなくて、被爆の危険性があるから逃げてるんです。でそして被爆の危険性がないなんていうことがこの協議の中で全く見えてきませんでした。むしろ把握されてないんだなってことがむしろよく分かりました。ですから私たちとしては今後も来年4月以降もやはりこれは避難をし続けなければならないということは今回の協議でもやはり確信したところであります。ですので私たち避難者は来年4月以降いなくなるなんてことは思わないでください。私たちは避難を続けます。はい、ありがとうございます。続いて避難の権利を求める全国避難者の会から、代表の宇野さんの方ですか。どちら。今日は長時間ありがとうございました。もう5年と8ヶ月経とうとしていまして、私たちもさまざまな形でこうやって国の皆さんとお話をさせていただいています。でも本当にたったこれだけの問題をどうして動かせないのかと、これだけたくさんの皆さん省庁から代表していらっしゃって、そしてこういう問題があると私たちからお伝えをして、なぜこれが動かせないのかと、本当になんでなんだろうっていうふうに思っています。でも私たち諦めておりませんので、今回の交渉ただ聞き終えただけで済ませないでください。そして今回私たち要望と質問を出させていただいていますが、お答えをいただけなかったものもあります。それに関してきちんと文書で回答いただけるようよろしくお願いします。この最後の要望3に関しましてもきちんと回答いただいていないと思います。これに関しても今月中に必ずご回答いただけないでしょうか。これ取りまとめいただけるのはどの省庁ですか。適切なところからの回答をきちんと振り分けていただいて、それを文書で私たち4団体に届けてください。どなたがやってくださいますか。国としての再検討のお返事ということで、これは復興庁さんですか、内閣府さんでしょうか。私が言うのも
なんですけども、最低限のマナーだと思ってご返答いただければと思います。なんで返事できないんですか。総理が寄り添うって言ったんだから内閣やりなさいよ。島県民に寄り添うって言ったんだから内閣総理大臣でしょ。この内閣府でしょ。せめて沈黙なさらないで相談してくださったらどうですか。黙ってたら答え出ないでしょ。相談してくださって結構ですよ。そうです、私たちの命を救うのはやっぱりそのためには本当に皆さん仲良く話し合って協力していただけたらと思います。内閣府さんですね。副校長さんと相談されますか。権限はそれでも使うことはないから。どこが責任者になってくれるんですか。私たち誰に物言えばいいんですか。そうですよ、誰に物言えば私たち生かしてくれるんですか。ちょっと相談させていただきます。はい、下がそこで責任者だな。そうですね、私たちに沿った答えをくださいということではなく、ご返答くださいということですので、そのことはやっぱり最低限のところでお願いしたいところです。今回なんでこういうふうに回答がない、回答できる方がいらっしゃらないということが起こったんでしょうか。そもそも副校長の方で調整したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、こちら4団体の窓口は中瀬さんが出ておりますから、そちらでよろしいですか。はい、では、国の方に改めて質問者は出しませんので、この用紙に対しての特に3番ということですね。はい、お願いします。すいません。3番とそれから回答なかった部分に関して、またもしよろしければですね、今日ご回答くださったもの、原稿あるようなので、ぜひその原稿文書でいただけると私たち書き起こしの手間が省けますので、よろしくお願いします。特に1の5番いただきたいと思います。確認なんですけれども、今までこういうふうに回答できる方がいないということはこれまではなかったんですが、どうして今回こういうふうな形でなっていますでしょうか。皆さんこの要望書というのは、要望書そのものが全ての省庁に行って、そして自分の関係するところを やると、その調整というのはどなたがされているんですか。仕組みがダメなんじゃないの。あまりそういうのがない。少なくとも私が承知している限りでお話をいたしますと、先生の事務所の方からご要望の内容を頂戴いたしまして、関係しそうな部署対応しましょうというようなことで、おのおの多分お呼びがかかっているような状況なんだと思います。で、ここに来ている人間は自分はこの項目でということが多分それなりに終わりになって一生懸命お答えになっているのと、ひょっとするとそのご依頼の中で漏れてしまっている部分があるのやもしれないということだと思います。調整する場所はどこなんですか。交渉統括、そういうものはちょっと私の認識している限りは承知しておりません。じゃあ、どうし
正しなかったということですね。あの先生の事務所の方からご依頼を頂戴して参っているということだと思います。はい、それでは今後も私たちこういう話し合いぜひ持たせていただきたいと思っています。で、今回私たちが問題にしたこのことを本当に数ヶ月後に私たち大勢の人たちの命に関わる問題で来ておりますので、本当に早急に対応をしていただきたいんです。引き置くのではなくて対応をしていただきたいんです。ぜひ延期、そして今後のこの原発事故の避難者に対する住宅保障というのをゼロから私たちと共に考え直してください。本当にこの要望の3番目ぜひ今日がその一歩となるように願いまして、きちんとした回答を今月中にいただけますよう重ね重ねよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。それではこれにて、災害救助法に基づく応急仮設住宅、みなし仮設住宅の無償供与継続と、東京電力原子力災害会社救済のための住宅保障を求める政府および福島県への交渉を終了いたします。1時間超過いたしました。お時間をいただきまして大変お忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。